皆さんこんこにちはプロの坂本,隆なんです本日はテイクバックについてですテイクバックについてですが基本的に今回はクラブの構造がどのような形でどのようにできているからこういうテイクバックをしなければいけないという方法についてです簡単に説明するとゴルフクラブというのは面がついている道具ですので面をしっかりどのように使うかその面がどのようにボールに当たるかでゴルフクラブというのはさまざまな弾道になりますので 面をどのように使ってどのように角度維持をするかというところが大切になりますのでその辺を主に重視したお話になっていますこの動画はダフリが多いトップが多いスライスが多いとミスが決まって今そのミスが自分の悩みであるという方それと逆にいろいろなミススライストップシャンクフックといろいろな球が出てしまう方こういう方におすすめですそれは何でかとというと面の動きが すべての球筋を作っていますのでその面の動きを安定するようなテイクバックをしていただければその初動で失敗しなければある程度、後ろのバックスイングやトップそしてダウンスイングというのはその人の感覚でやっている部分が少し機能してきますので最初からスタートが悪いのにそれを戻そうとする練習をするよりは最初の初動である程度の軌道を確保してもらうことでしっかりとしたスイングができるようになります。ので レッスンでも割とテイクバックをちょっと直せば比較的良いスイングになるというのは結構見られる傾向ですですのでこの部分をしっかり大事にやっていただくことでスイングが向上すると思いますのでぜひ動画を最後まで見ていただければ幸いですそれではよろしくお願いいたしますゴルフクラブの基本についてですゴルフクラブは棒があってその先端にこの重りがずれたような位置についていて変わった道具です ですが基本的には他のスポーツ例えばテニスや野球と一緒で面がついていてその面のところでボールに打撃するという意味では同じスポーツです一番分かりやすいのがテニスなのこのラケットなのですがラケットでボールを打つ場合もまっすぐ面が当たればまっすぐと飛ぶというのはなんとなく理解できると思います面の向きが変わっっててしまって このように軌道がずれてしまったりすると当たらなかったりこのように回転が多かったりとといいうところになると思います野球のバットも丸いのでどこに当たってもいいというようなイメージがあると思いますが木のバットには、正さめと順めがありますのでどこに当てるかというのは選手がそれぞれ考えて打っています。でですので 野球なども見ていただければ分かると思うんですがこのようにロゴがついたりしている部分を前に向けていたり自分に向けていたりとその選手によって向けている位置は違うかもしれませんが必ずその持っている位置というのは大体同じ位置を持っているかと思いますですのでこのゴルフクラブもテニスや野球のバット同様面がどうやって崩れないように誘導してスイングすることでボールを 正しく面で直角に捉えていいくかととうことが重要になりますそしてそれを行うためにはこのゴルフクラブの特性を知っておく必要がありますスイングのインパクトの映像を見ていただくと分かるのですが、えー、皆さんこのようになんとなく通り過ぎていく時にこのシャフトの軸を中心にこのようにフェース面が動いていかないとボールが正しく捉えられないと。 思思っていいいる方は意外と多いと多ますですがスーパースローなどの映像を見ていただくと分かるのですがこのようにクラブ自体この棒自体も進みながらただこう動いているような形をとっているのが分かるかと思います。ですのでこの棒に対してクラブヘッドというのはまずこのようにシャフト軸に対してヘッドが回転しないようにしていくということが大切になります。 シャフトももヘッドも一緒に動いていてくような形でよく体が回ってフェイスがこのように返っているように見えたりするのはフェイス面がシャフトに対して回っているわけではなくて自分自身この人間が向きを変えることによってこのようにフェイスの向きが左側に抜けているように見えますこのように返してこの面を作っているわけではないというところをまず 理理解していいいいたただ方が整理が整つきやすすと思いますで次にこの面がどうやったら面を動かさないと考えるともう意識で面を動かさない面を動かさないで打つというような意識で打てる場合はもうそれである程度クリアだと思うのですが実際じゃあこの面を動かさないにはどうしたらいいかというところになります。ですのでこの目印をつけて考えていきます。 この面をまず先ほどの話ですとこのように面が動きながらシャフトの軸に対してヘッドを回してしまう動きというのはこれだけ面が動いてしまいますので動かさずにそのまま誘導してスイングをしていくなるべく動かさないように誘導していくこのように手がヘッドが回らないように注意しながらそのまま誘導していくということが大切ですというお話をしました。それではは今度は このの動きははししないといとうのは分かりましたそれを今度どのようにしたらこの面が動きにくい打撃をする準備ができるかというところについてです。それはまずクラブの特性を知っていただきたいのがゴルフクラブというのはこのロフトこの面の角度とライ角このシャフトの角度この2つが交わっているということがまず重要になってきます。 2つが交わっているのがなぜ重要かというとこのようにじゃあ例えば今画面の真ん中にこの矢印を合わせていますそしてそのまま面は変えないのですがシャフトをこのように変えていくと面の向きはこのように向きを変え左に向いていますそしてこのように面を右に倒せば右に向きますそして自分の後ろ側に倒していくとこれもまた右に向きます 前にに倒していくと左に向きますですのでこの棒の角度に対しても面というのはかなり動いてしまうということが理解できるかと思います。ですのでここを動かさないというだけでは不十分でこのシャフトの動きもある程度制御したままスイングしてあげるということが大切になります。ヘッドののの動動ききははももちろんシャフトの動きも制御しながらスイングというのは 動かしてすることで効率が上がったりそのミスの許容範囲が減ったりという効果がありますのでまずこのシャフトの動きとヘッドの動きをどれだけ少なくしていくかというところが課題になってきますそこで今度まず一番大切になってくるのがゴルフの最初の接点である左手になります左手がゴルフというのはこのように最初に腕をリラックスして垂らしてうクラブを持っていきますでその時に 左腕をまっすぐ垂らしてヘッドに斜めの角度がありますので必ずクラブが斜めの形をとってこの手首のところに角度ができますまずはこの角度この角度をしっかりと自分でセットアップしているしっかり決めて構えているということが大切になりますおおよそゴルフクラブのドライバーアイアンアプローチサンドウェッジなど全部含めて大体この角度というのは 60度ぐらいが基本ですですので概ね前傾角度が30度でここの角度が120度ということになりますですので、まあ、この120度というのにする必要はありませんがここにこの腕とこのシャフトの角度ここにまずしっかりと自分で最初のセットアップの時の自分の角度というのをしっかり認識して構えるということがまず大切になりますこのように前傾は してアドレスのような形は取れていても手首がふわーっとしているとその後の動きがどこに運んでいいのかが定まらなくなってしまいますのでまずはしっかりと自分の手の位置特に最初は左手の角度最初に左手を持ちますので左手の角度をしっかり手首の内角といいますかこの角度をしっかり自分で強くこのように上げたりする必要はありませんがしっかりとこの角度を意識してまず構える。そうすることで 面が動かない準備ができてこの角度がしっかりできるということはこのクラブフェイスの面が動かない準備ができますのでまずはしっかりこの角度をこの手首とシャフトの角度をしっかり構えるということを考えてみてくださいそしていよいよテイクバックですこのテイクバックの時に左手首の角度一番注意したいのが上げる瞬間大体の方が クラブヘッドをこう地面に置いていいてるかと思いますですのでクラブヘッドが離れる瞬間このようにテイクバックをしていく時にただこのように回ったことでクラブが上がっていけばいいのですがクラブヘッドが上がらずに体だけ回ってこのように左手首が垂れてしまう動きになりやすいです。ですので少しこう引きずったりこうヘッドを残すという意識はいいのですが。 そのままヘッドを残すということではなくこの左手首の角度が垂れてしまういわゆるほどけてしまうという状況になるとゴルフスイングというのは角度が維持されないことになってしまいますのでどん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 いろいろな動きをクラブヘッドが自由にしてしまうという最初のミスにつながってしまいますですのでこの手首で最初に自分で決めたセットアップというのは必ず ずっと同じようにできるよううに訓練していいくということこが大切になりますですのでご自身で確認してほしいのは横から見た時に大体このように自分で構えた角度がたい決まっていて130度40度120度どれでも構いませんのでこの角度ができていたその角度と横を向いていただいてバックスイングをした時のこの,この左腕の角度がどのくらい違うかというのを確認してみましょう。 大体の方が皆さんこの辺の最初の初動の辺りでもうかなり左腕とゴルフクラブがまっすぐになってしまっている方が多いかと思いますですのでこの位置をしっかりと角度が維持したままテイクバックに入っていけているかというのを確認していただくだけでもクラブヘッドのその後の運動を抑えることができますのでぜひそこを確認していただくことが大切ですで主に後ろから見てよくあるのがシャフトの線 クラブを構えたときの角度がしっかり決まっているこの線がありますがこの線にシャフトのところにこのように線を引いてその線より下を通らない方がいいですよインサイドに上がってしまっていますよみたいな話はこの横から見たときの垂れている状況と同じです。ですのでインサイドに上げてしまうというのは左手首の角度が 垂れて崩れてしまっているというような考え方とも言えますですのでインサイドに上がってしまう人などはしっかりこの角度を保ったまま上げられるように訓練していただくことが大切です確認していただいてどうしてもこのようにまっすぐ上がらないもしくはインサイドに上がってしまう、うん、横から見てもこのように垂れてしまうというのが意識をしても治らない人はかなり無意識で垂れている状況というのが 体に染みついてしまっていますので無意識で手を使わない角度を維持するという意識だけでは弱いと思いますですので意識を逆に当ててななくてはなりませんその意識というのは何かというとこの逆にこのように体で言ったらこのように回っていれば正解なところなのですが体が前傾をなくしてこのまま向いていくというのが大事なのですが垂れている人はこのように。 体が回っているときに手首を下げてしまっているのが無意識に入ってしまっていますので前傾をしたときそのときはこのように腰の高さまで手首を上げているような意識上げているような意識それと同時に右に向いていく上げているような意識右に向いていくという形をとって修正していく必要があります。 どうしても手を使わないで体で打つと思っている人はこのように引っ張ってブラーンとクラブを揺らして上げてしまっている人が多いと思いますのでその方が実質やっている感じは簡単に思えるのですがそれがクラブヘッドを暴れさせてしまう最初の原因になってしまいますのでもしそれでタイミングが取れていないとか体が揺さぶってしまう体が右に流れてしまうというような症状を抱えている人は一度もう一度基本に立ち戻ってこの角度をしっかりと。 維持したままスイングするというところに戻ってテイクバックをしていただくだけでスイングが全然向上すると思いますのでぜひ訓練していただければと思います皆さんいかがでしたでしょうかゴルフクラブというのはやはり面がありますのでその面をいかに動かさないように使っていくこれから次にまた動画を作ろうと思っていますがいかに体に対して動かさないように使っていくというところが自分のテーマになっていますですので このように動かしながら自分の感覚でやっていると、ある日、この時期を迎えるとすごく調子がよくて、それがずれてくるとよくわからないけど調子悪い、それが治ってくると調子がいいっていうようなのを繰り返すのは、やはりやっていていいときは面白いのですが、理由がないので、いい時の理由もわからないですし、悪い時の理由もわからない、どちらかというと、ひらめきでゴルフをしなければいけないような形になってしまいます。でですので 良い理由も悪い理由も自分で把握するためにはそのゴルフクラブの角度というのをしっかり管理したスイングを自分自身で覚えていくということが自分は大切だと思っていますですので今日はそのようなテイクバックの方法でしたこのチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信していますもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたしますコメント、グッドボタンもお待ちしておりますそれでは皆さんまた明日ありがとうございました 皆さんこんにちは t e a c h i n g の坂本龍南です。本日もよろしくお願いいたします。本日は先日このようにクラブが構えた時に垂れてしまうそれを左手首のこの角度を維持して、まあ、なおかつ垂れてしまう人は上げることでテイクバックを安定して行うことができますというお話をしました。ですので今回はその左手がどのように安定させるかっていうところで大体の方がこの左手首だけを使おうとすると重たかったり 手首が痛くななったりしてしてままうのではいいかと思いますでこれは左手だけではやはり右利きの人が多いのでどうしてもこのように垂れるのを筋肉で前腕の力で捉えようとするとやはり負担がかかってしまいますのでどうしても辛いとか痛いとかっていうことになりがちです。ですのでゴルフグリップというのは今度この右手を掴んで左右を重ねていくような握り方になりますのでこの右手が補強だったり強さだったりっていうところを サポートしてくれますのでその方法についてですそれではよろしくお願いいたします一つ目は右手がどこを握るかということですゴルフグリップにおいてはその先ほどのこの垂れてしまう左腕の角度を維持するために左手だけではきついというお話をしましたで、そこで今度はこの右手が左手をサポートするように握らなくてはなりませんですのでえ皆さんグリップを握っていると 中指と薬指をこう引っ掛けて右手は握っているかと思いますが、基本的にこの中指と薬指だけがグリップにかかっていて、あとは意識としてはこの左手を補強するように左手を掴んでいるという意識が大切になります。右手の役割はゴルフのこのグリップを持つのではなくて、左手をしっかりと掴んでいる。これが重要になります。これをすることによって左腕に力を加えたり。 左手の角度をキープしたりっていうところを利き腕の右手で管理することができますので逆にこれをシャフトの方を持ってしまいますとこのシャフトを動かす力になってしまったり無理やり力を出した時にフェースの向きが狂ってしまったりっていうところにつながってきますので左手の角度を維持するために右手でしっかりと左手を握っていくということが大切です。握り方のコツはクラブが まっっすぐあったととしててこここのののクラブにににおいい右右側右側に左手ががように出ないことが重要ですですのであまり極端に左手をフックグリップのようにこのようにねじってしまいますとこの親指の部分がクラブの右側に出っ張ってしまいますので右手で握れなくなってしまってこのようにグリップを握る形になってしまいます。ですのでグリップというのはロゴがあったらロゴのあたりにまっすぐしっかり親指が握られていてこの腹の部分もあまり 右側にはみ出ないような意識を持って握っていくということが大切ですそうするとこの横のラインがすっきりしますのでそこに右手がしっかり入って両方がしっかりと重なったようなグリップになりますのでこの右のラインに外れないように握ってしっかりと合掌した形になるということがまず大切ですで同じように先ほどのテイクバック前回お話ししたテイクバックのお話で このよよううに上げるような形を少し右手のこの引っかかっている中指と薬指を一緒に使いながら左手を持ち上げてあげるような形でバックスイングすると比較的左手首の負担は減るかと思いますそしてもう一つ左手首の負担この左手首の負担を減らすにはやはり体と腕とクラブの動きを一緒に回しながら上げられるかということが大切になります。 手だけで上げていると、このように手首の方に負担がかかってしまいますので、ある程度連動して。しっかりと上げるということが大切になります。次に右手の力を出す時の目的についてです。右手の目的はこの打つ時に。シャフトに対して、右手の力を加えてしまいますが。このようにシャフトに対して、右手の力を加えてしまえば、このように。 フフェェススがが大ききく動動動いいて、て前回の動画でお話ししたように、面が動きすぎてしまいます。ぎまま右手でシャフトを押してしまいますとフェイスがひっくり返ってしまう動作になりますので正しくはこの左手をしっかり持って左手をどうやったら押していけるかっていうような意識を持てるかということが大切になります左手を持って右手でしっかりと押していくまずはこの意識だけでもあればいいのでこのようにシャフトを持って 右手でシャフトを動かしていくというよりは左手を補強してなおかつ右手でしっかり左手を押せるようなグリップを目指していくというところを考えて練習してみてください。ですので今テイクバックのお話をしてバックスイングにこれから入っていくのですがスイング中の目的としてはこの自分で決めたグリップグリップの例えばプレッシャー力のかけ具合が スイングを最後するまで変わらないということが一つ大切ですそして握った形握った形も最初に握った形とフィニッシュで取った時の形が変わらないこれも大事になりますどこかで強さが変わってしまったり握り方がこう変わってしまうような動きっていうのはスイングが少しシャフトを動かしてヘッドを振り回しているような形になっていますのでそこも注意していただければ良いと思います。 そして右手の人差し指についてなのですが最後このようにグーに握ってしまいますすごく右手の人差し指にプレッシャーがかかると思いますがしっかりと左手をこのように握っていただいて右手の人差し指は割とフリーな状態になりますので軽く本当に引っ掛けている形にできるかと思いますそうすることで親指の接地面もグリップに対して少なくなって本当に爪の辺りが少しグリップに触れているような 形でグリップを置けるのではないいかと思いますそしてグリップがなぜこう右手で左手を持つことが大切かというとこのようにグリップがずれていることによって体の姿勢というのはこのように今見ていただくと分かるのですが肩がこのぐらいかなり1 0センチぐらい下がってしまったのが分かります。でですので右手が下が下って慣れてくれば慣れてれれれくくばるほど 右肩というのは下がってしまって体の姿勢というのは崩れてしまいますですので左手をしっかりとつかめるような右手のグリップそうなることは結果的にこの両腕の長さを揃えるというところにつながりますのでそうすることで左右均等のきれいな構えになりますゴルフスイングはこのように完全に合掌した形ではなくてやはり少し手の分がずれていますのでそれを骨盤で少し調整して 右に傾いたような形、体重配分でいったら6対4ぐらい体の角度でいったら少し、まあ、6度なので時計でいったら1分ぐらいい倒れているのがゴルフで言うスクエアになりますで。その範囲に収めるためには右手と左手というのはなるべくこのように重なっているような状態を作らないと離、まあ、せば離すほどその姿勢が崩れてしまって構えが傾いていたりその構えているのを 起こしたりすると突っ込んでいる構え逆に左足体重になりすぎているような構えになってしまいがちですですので左手に対して右手は常に持って補強して力を加えてあげるっていうような意識を持ってグリップしていただくということが大切になります皆さんいかがでしたでしょうかやはりテイクバックを垂らさないためにはその垂らさないなりのしっかりとしたグリップで補強とその押すっていう作用させる力のバランスが良いグリップが必要ですですのでまず覚えておきたいのは左手に対して右手が サポートしているそれと左手のために右手が力を出しているっていう考え方をまず持っていただくと良いと思いますこのシャフトに対して右手の力がかかってしまうことがよく右手が悪さしている右手を使っているっていう状況だと私は考えますですので右手の力を使っていくというのは右手を左腕に対してとか左手に対して 使っていくっていうことが大事になりますそのためには距離感をしっかりと近く持って一体感を出すっていういわゆる昔から言われる一体感を出すということが大切になります一体感を出すというのはなるべく両腕の均等感を出してなおかつ近い状態で持つということが一体感が出るまず初めの第一歩になりますですので最初はグリップというのはかなり変更するのは難しい形になりますが少しずつ自分が正しいと思うグリップをなるべく きっちりしてからスイングするということが大切ですな適当に握って打っているとだんだん,とだんだんとこうグリップって一番崩れやすいところですのでえ普段から注意してグリップを握るグリップはしっかりこう握ってるっていうのをこれだけでも練習になりますのでぜひやっていただければと思いますこのチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信していますもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたしますコメント高評価もよろしくお願い,いたしますそれでは本日もありがとうございました こんにちは、ティーチングプロの坂本龍南です先日このようなツイートをしましたゴルフクラブの上げ方手首の角度体の回転肘の角度腕の上下打声手を使わないスイングにはこの5つの関係性を理解すると良いと思うゴルフを始めた時に知っていればというツイートでしたゴルフスイングでは腕を使わない手を使っちゃダメ手打ちは良くないというような話は聞いたことがあると思いますでそれを実現するためにはどうするかというと今までの5つ手首の動き体の回転 肘のの角度、腕の上下、そして打この5つをバランスよく行うことで手で上げないような感覚だったり手で上げないスイングっていうのを身につけられると思います今回はバックスイングの上げ方についてですので上げ方がわからないどこに上げたらいいか迷っている人にとっては良い動画になると思いますバックスイングのお話になりますので全ゴルファーダウンスイングに悩んでいる方にもかなり 参考になるかと思いますダウンスイングにみんな悩んでいると思いますが実際は上げ方が安定していないために下ろし方が不安定になっているという状況がありますのでそういうところも考えながらこのバックスイングの動画を見ていただけるとスイングの向上に役立つのではないかと思いますそれではよろしくお願いいたしますまず一つ目に手首の角度についてです手首の角度はゴルフというのはテイクバックでお話ししたように クラブに角度がいいていますので手首ののの角角度度もこのようにシャフトと腕の角度がありますですのでこの角度をキープして上げていくということが大切ですこの角度がキープされるそして曲がっていくことでクラブのヘッドが高い位置に移動していきますですので言葉で言うとコックといって手首の角度が動いていくのがヘッドをまず高く上げていく要因になりますでで、すのの、まずこの 角度がしっかりしているということが大事になります。で、テイクバックの話でいくと、手首が垂れてしまっている人が多いので、手首が少し上がっているような意識を持ちながら、バックスイングをしていきましょうというお話をしました。で、実際のゴルフクラブの話になると、この角度がだいおおむね60度になりますので、前傾姿勢がだいたい構えた時に30度になると言われています。で 30度を起こしていただくとどうなるかというとこのように地面と平らこのようなあたりに腕の角度というのはできますこれが計算上でいくとだいたい120度付近になりますもちろん130度140度でも構いませんで最終的なゴール地点トップの位置トップの位置はこのように L 字型のような形で左手首の角度がだいたい90度がいいですよというのは皆さん聞いたことがあると思います 90度ぐらいにしていただくと腕の角度がパンチのようにまっすぐになりますのでクラブを支えやすい状態になりますバックスイングで言ったらゴルフクラブは倒れない状況で一番軽い状況になりますので手首の角度は大体90度になるのが最終地点トップのあたりで90度というのが本来の状況になります今先ほど前傾姿勢を解いた立ったままの角度でいくと腕とシャフトの角度がこのように 120度になりまますという話をしましたでそこから今度最終地点のところは90度ということで120から90引いていただくと当たり前なのですが30度ですですので手首の可変の割合は大体30度このようにすごく動かしているような形ですが実際は30度しか動いていないということになりますで30度ってイメージがしにくいのですが手の針が1分6度になりますので5分分が30度になります でですので今30度このアドレスが120度そして90度までの30度の動きをやっていますこのようにほとんど手首の動きというのは自分でやっていただくと分かるのですがもうごくわずかな動きでしかありませんですのでよくコックは意識しないなどの話がありますがこれは本当に意識するようなレベルの手首の角度ではなく本当に少し動かしているような形になりますでなぜそれがすごくコックをしているような 形をイメージしてしてまうかというとと最初のアドレスの段階からヘッドが垂れるという症状がある方はこのマイナス方向に一旦動いてから90度まで戻ってきますのですごく手首を動かしているというような症状になりますですのでテイクバックでまず気をつけることはしっかり上げるような形で手首が垂れないというのは前回の動画でお話しした通りですですので手首の角度でまず30度だけですが少しヘッドは上昇しやすいというところを覚えておいてください 手首の動きを覚える練習法ですす縦にワッグルををる訓練ししましょう手首で少し縦に上げるこのように横にワッグルをするのではなくてリラックスの動作の時にまっすぐ縦に上げる訓練をワッグルでしましょうスタートを縦のワッグルをしてそのままスイングしていくような形で練習していただくとしっかりと 手首ののの角度ををつける訓練になりますので、縦のバングルをしてみてみください。次に腕で上げないためにどのように上げるかというと体の回転です。体が先ほどの最初の姿勢で前傾をなくしたこのような角度地面と平行になった腕とシャフトの角度がいわゆる120度ぐらいの角度に構えていただいた時に自然に体を全体的に回していけば。 このように平行な位置にずっと動いていくはずです。で、その時に少し見にくいのですが、シャフトよりヘッドは絶対高い位置にあります。で、このように体を自然に後ろに向いていけば、クラブヘッドの位置はこのように高さが変わらないはずです。ですので、前傾姿勢があって、このように前かがみになっている場合でも、体が回っていくと、大体同じ位置にクラブヘッドというのは来ます。少し傾きがついていますので、シャフトやヘッドの傾きというのは 少し斜めになりますがしっかりと体を向けるとこのようにこの動きだけでクラブの位置というのは高くなりますですのでこれで上げられないとその分腕で補填しなければいけないという状況になりますでもっと細かく話を進めていくとこのように構えていて主に下半身足などを使って体を動かしていくと平行に動かせるのですがこれを 下半身を止めていただいて、上半身をねじっていくとどうなるかというと、このように体がねじれていくと少し極端にやっていますが、だん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 クラブヘッドが下がっていきます。そしてそれを平行にしようとすると手首を使って角度を作ってスイングしていかなくてはなりません。ですので、最初の段階で上半身を動かして回していくと必ずヘッドというのは下がっていきますので、それを手首で補填して立てる。 今現在いろいろな理論で腕を回すなどの仕組みで手首を使うオプションの動きが多いですがそれは原因として個性で上半身からいった人の手首の動きで補填動作になりますので基本的にはまず下半身と一緒に回していくことでこの自然な回転でニュートラルな状態を作るというところが基本だと思いますですので一般の方のイメージとしてはなんとなくゴルフスイングを上げようとしているので そのまま行くと上半身だけねじってこのように下に下がっているのが気づかずにこのように前傾姿勢がありますので本来は下がっている動かし方を前傾でなんとなく体が前に倒れているような動作ですので上に上がっていると勘違いしてしまいますですので本来の上に上がるというのはしっかり下半身で後ろに向いてヘッドが高い位置に進行していくということが大事になりますのでしっかりと体の回転というのを覚えることが必要です 下半身の練習法としては、最初はヒールアップでも構いませんので、体を回したままでスイングするというところで、体を回せばヘッドがある程度高い位置に行くんだなという、ほとんど股関節にグリップがくっつけているようなイメージでスイングしていただくという練習法が良いです。それになれたらフルスイングでも足を使って上げて、足を使ってスイングするということが 大切になりますので注意してやってみてください腕の上げ下げをしないための三つ目は肘の角度ですゴルフスイングにおける右肘の角度いろいろな機能があるので本当は右肘だけで説明したいのですが右肘というのは一番右利きの人が力を使う場所であり クラブゴルフスイングの斜めの軌道の進路変更をしてクラブが逃げていかないような操作をするために右ひじがストッパーの役割で立ってくれるような形をとってクラブを支えたり右手の感覚を鋭く使うために動きはこちらの右腕の方で動かしたりりといろいろな効能がありますひじをどうしたら腕が上げてないような状況になるかというと完全にこう曲げていくという動作が必要になります。 右肘を曲げていくことでクラブヘッド、クラブヘッドも立ち上がりますし、右肘を曲げることで手首が少し上に折れる動作と連動して、クラブが立ち上がる動作が完了していきます。ですので、右肘は積極的に曲げていかなくてはなりません。で、右肘を曲げる最終的な角度というのは、大体いいこちらも左手首の角度と一緒で、90度をイメージしていただければ良いと思います。 こんな練習器具があって、こうつけていただいて、こう装着すると、右肘が90度までしか曲がらないような練習器具もあります。このように90度まで曲がるところまで曲げていくと、クラブというのは勝手に曲げただけで立ち上がるようになっていますので、自分で上に上げていくという動作が少なくなります。ですので、右肘がテイクバックの衝動からしっかりと 体が回る進行具合と一緒に右肘というのが曲がっていくことでトップというのはある程度手の位置が推移して先ほどの手首の上がる角度そして体の回転の上がる量右肘が曲がることによってクラブというのはこのように立っていきますですので右肘というのは積極的にトップまで曲げていくということが大切になります ですので注意したいのがやはり遠くにテイクバックを上げるような形にしてしまいますとこのように腕が伸びたままで曲げる時間がなくなってしまいますそうすると腕が詰まってこのように後ろに行ってしまったりオーバースイングといって後ろに奥に進行してしまったりというところがありますですのでこのような器具をつけてトップがしっかりと出来上がる位置に器具が止めてくれますのでそこでトップを作ってボールを打っていくような練習をすると良いと思います で、右肘の練習法なんですが、右肘はとにかく90度まで曲げる、90度まで曲げる。このようなイメージと、あと体を、足を回す、回すの、この2つの動作を一緒に回して動かしていくということが大切になります。左膝と右肘のような形で、左膝が動くのと右肘が動くのが連動するような形でリズムを取っていただくことで、体が回るのと、 肘が曲がが曲るるののを連動させることがででで、きます。ですので左足を浮かす右肘を曲げるこの2つを繰り返し繰り返し一緒にしていくことでバックスイングが同調するそして自然に腕を上げずともクラブが上がってくるような状況を作り出すことができますのでぜひ反復してみてください腕のこの上げ下げのお話です実際の上下の話です これは極論少なくしていきたいというのが実際の動きです。ですが、クラブを持って肘が上がったり、先ほどの手首、そして体の回転が入っていく中で、腕の上下というのはやはり少しはあります。ですが、ゴルスイングというのは基本的に前傾姿勢があって、このように前習いのまま下に下がっている形になります。ですので、前習いのまま下げて、少し腕を下げた分、本当にこのぐらいの分しか、 腕というのは動かしません。ですので、この上げ下げ分ぐらいしかゴルフスイングにはありません。これもおそらく30度ぐらい、拳で言ったら1個2個動いてるぐらいですので、あとは手首と肘の曲がりと体の回転があるぐらいで、だいたい腕が伸ばしていただくとわかるのですが、このように前ならの状態。このような状態になっているだけですので、戻していただくとアドレスの形すると、このぐらいの手の上げ下げ。それが アドレスの点とと比べるるこよようにまあ手個個か2個分動いていてなな形になりますですのでゴルルスイングというとここに構えていて手がこの頭の上まで腕が上がっているような意識がありますが実際は回って頂い,いて前ならえの状態が少し関節分少し可動域があって先ほどの手首だったり肘の曲げだったり体の回転っていうのにつられて少し上下運動があるというような。 意識を持っていいただければ良いのではないいかと思いますでその上げ下げを防止する練習はこのように立てていただいて回るでそこからスイングしてこのように打つ練習ですそうすることで腕を上げているというよりクラブをこのように立てた動作のみの腕の上下になりますのでそのような形で反復していただくとだんだんとトップを無理やり 奥にこのように引っ張り上げることが少なくなってきて体の力を使えてエネルギー伝達が良くなってボールが飛ぶようになってくると思いますぜひやってみてください最後に5つ目に打声の話についてです打声はやはりこのように上げた時の感性のような動きですどちらかというと皆さん リズムが取りやすいというような意識になりやすいですがゴルフクラブというのは14本長さが違って重心距離といってヘッドの大きさも微妙に違いますですのでバックスイングに対して打性だったり感性をつけるような動きがあまりにも多すぎると長ければ長いほどその打性が多くなってウッドでは打ちやすかったりするのにアイアンでは打ちにくいそのまた逆アイアンは打ちやすいのにウッドが打ちにくいというような自分のスイングのタイミングずれみたいなものが無意識で発生しやすくなります。 ですので、えー、ゴルフクラブのバックスイングにおいては、打声をあまり使わずに、自分自身が先ほど言った手首を立てる、そして右肘を曲げる、そして体が動いていくという動作の、打声のない、このようなバックスイングを目指すと良いでしょう。このように、クラブを放り投げるように後ろに上げていくと、右サイドの筋力がかなり強ければ、抑え込むことはできますが、その後に暴れているヘッドを操作するのが、 かなり困難になってしまいます。ですので、えー、先ほどの4つ、最初の手首、そして肘、そして体の回転でしっかりと上げていき、クラブには打線をつけないという意識を持っていただくことが大切になります。練習法としては単純に、トップで止まる、もしくは前回お話したような、左足が上がっても全然問題ないようなトップを作れるかというところが大事になります。 そうすることでしっかりとスイング動作に入っていく準備ができますので打性があるとその打性の切り返すタイミングをかけることになりますのでこの切り返しがわからないっていうようなご質問をいただくことが多いのですがそういう方はこのバックスイングの打性によって自分自身のタイミングを常に測っているような状態になっていますですのでトップを止めて一旦ダウンスイングができる流れを作ってから自分のリズムというのを作っていただく方が スイングというのは作りやすいと自分は考えていますいかがでしたでしょうか腕の上下をさせないことによってタイミングが少なくなってダウンスイングのきっかけもかなり最小限になりますので切り返すタイミングとかその力感っていうのがだんだん 思ったほどこう経験で分かってくるとそんなにいらないんだなっていうことが実感できると思います。ですのでその実感できる前にまず準備が必要ですので先ほどのちゃんとクラブが手首そしてひ右肘の動きそして体の回転で立って腕の上げ下げの感覚がだんだん少なくなってくるでクラブのヘッドの打声も自分でコントロールできる範囲になってくるっていうトップの感覚ができてくるとダウンスイングがうまく入っていけるようになります。 でですのでそこをまずダウンスイング悩んでいる方もまず1回見直していただいてテイクバックバックスイングそのあたりをしっかりやっていただくことでゴルフスイングというのはかなり向上しますのでインパクトだったりダウンスイングはまず1回置いておいてもう1回上げ方の確認などをしていただくとスイングの突破口が開いてくると思いますのでぜひ一度確認していただければと思いますこのチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信していますもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします グッドボタンコメントもお待ちしておりますそれでは皆さんありがとうございました3つ目に下半身で動くことで手の動きというのはダイレクトにクラブに伝わってしまいますが下半身を動かすことでこの手の動きを抑制することによってシンプルな動きでボールを捉えることができますこんな方におすすめです単純に下半身が使えてない下半身の使い方がわからない飛距離が出ない曲がる 基本的な悩みにすべて関係してくると思いますそれでは本日もよろしくお願いいたしますそれではなぜ下半身を使わなければならないのかというところからご説明したいと思いますでまず下半身をなぜ使わなければいけないかというと下半身を使って人間の一番中心である胴体の部分主に骨盤といって腰の骨の部分を 動かさないとゴルフスイングというのは回転にならなららいからです皆さん回転というとこのように体がねじれているような動作が回転と思われていますが体全体の体の右向きそして左向き右側へのバックスイングそしてフォローのこの動きこれはほとんどの場合においてこの骨盤が動いているから移動できるという方法の方が 量が多いです皆さん肩が一番動いていると勘違いしがちですが肩を動かすというのは肩単体で移動しようとしてもこのように可動域というのは背骨ががを介ししてて動動いいいく分ののの角度かかありませんんででほとんど動かないのが現状ですそれを無理に体で上半身で動かそうとすると体はどん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 傾きながら右側に進行していくような形になります。 で皆様がご存知の通り体というのは傾けばバランスを失いやすくなりますのでその後のクラブの動きも迷走するというか動きが複雑になっていってまたそれに対して自分の感覚や力で補填するというような動作になってしまいます。ですので主にこの骨盤体の腰の部分がしっかりと動くことでスイングを完結できるようにするためにまず下半身が大切ということを覚えてみてください。 次に骨盤の動かし方についてです骨盤を動かすときにこの腰が動くこととすごくゴルフスイングでは大事ですでその腰が動いているという感覚は皆さんこのように体が後ろに向いていればいいと考えがちですがまずは基本的にはその部分ができていればいいと思いますただしその条件としては上半身で引っ張って腰が動いているのではなくて 足が動くことによって骨盤が動いてトップやバックスイングを完了するということが大切になりますですのでまず大切なことはこの足の動きによって骨盤が右左と動くことがまず下半身を使えているか使えていないかということになりますですので上半身が回っていてそれに伴って腰が引っ張られて回っているのは半分できていて半分できていないというような状態になります まずは足を動かして骨盤を動かすということが大切になりますで、それはなぜかというと足の構造というのは股関節といって骨盤のところにボールソケットといって大腿骨の骨頭の部分が骨盤のところにはまっていてベアリングのように動くような関節になっていますですのでその部分で骨盤の向きが変わる骨盤が回ったりするっていうところをえ作っていきたいです 上半身で回して骨盤が引っ張られて筋肉に引っ張られて骨盤が動くのではなくて足の骨が移動することによって骨盤の向きも変わるというような状況をまず作るというイメージでこれから足の動かし方を練習していきたいと思います次に足の動かし方ですバンカーショットでも少し一つ触れた下半身の動かし方なのですが タバコの火を消すようにこのように足をまず両方の足このこように股関節からグリグリとつま先を中心に回してみましょうでそれができるようになったら今度は腰を押さえてもらってクイックに軽く動かせるようにしていきましょうそうすることで先ほど説明したベアリングの部分骨盤が骨盤の中で足が動かしているという意識が生まれるかと思いますでこの動き少し なんとなく慣れてきたら次は真ん中で押さえてもらって左右をこのように回していきましょうそうすると少し骨盤が止まってしまいますので苦しい部分があるかと思いますでこの骨盤が動きそうで苦しい部分がその足で骨盤を動かしていくというような状況になりますので今度はその意識のまま左右対称で構いませんのでこのように左足をまずつま先立ちそして右足を つま先立ちこのようにしていただくことで、足が動くことによって、体の方向が正面から右左と変わっていると思います。バックスイングでゴルフクラブゴルフクラブを持っていると、皆さんどちらかというと右左と上半身や腕が右左と動きすぎてしまいます。ですので。ゴルフスイングにおける。まず、最初の基本は下半身で右。 左とと作っていくこでですのでバックスイングダウンスイングという概念はちょっと捨てていただいてこの場では左右対称でつま先立ちの右つま先立ちの左と太ももの位置がお互いの太ももの位置がくっついてしまうぐらい体重も右足左足と乗せてこのように向きが変わっているような状態を意識して反復していただくことで下半身で。 骨盤がが動くとということが大切になりですので腕はまっすぐ伸ばしていただいて右を向いた時には右に前ならえの状態左に向いた時は左に前ならえの状態が足で回っているような状態になりますので上半身で回してしまいますと手の位置がこのように右にずれてしまったり左にずれてしまったりということがありますのでそのまま前らないの状態が 足を動かすことで変わらずにその方向に向くように練習してみましょうそれでは実際にこれはバットですがクラブを持ってスイングしてみましょうこのように足をつま先立ちそして左でつま先立ちのような形でまずはスイングと考えるより左右対称の動きと考えて右左 右左と振っていきましょうそんなに大きく振る必要はありませんのでこのように左右に体が右左と動くのに合わせてクラブはほとんど動かしてないような状況に感じると思いますが自分の体が向き直っていくことだけを考えてつま先立ちで右足つま先立ちで左足というような形で形を作っていきましょう。 バックスイングはやはり左足はそんなに上がっていないような状況になりますが、ベタ足といって足がべったりくっついてしまっている状況を作るのが一番上半身が動いてしまう最初の原因になりますので、まずはもうつま先立ちまでしっかり上げて、体が動くことを覚えてもらうということが、このス振りには大切になるかと思います。右、左、右、左。という形で、 え繰り返しやっていただくことで体のねじれだったり傾きっていうのが修正されてきますのでぜひつま先立ちで素振りをしてみてみくださいそれではつま先足で立ってつま先立ちで振ることに慣れてきたら今度は実際にボールを打ってみましょうでその時に注意したいのが打つ時に振り幅はあまり 気にせずに、手はほとんど使っていないような状態で、今回は構いません。まずは下半身だけで。体が。しっかりと右から左に動いているという感覚を。覚えていただくことが大切です。このように右、左。打つ時も、つま先立ち。つま先立ち。という形です。初心者の方などが一番注意しなくてはならないのが、どうしてもボールへ当てたいという意識。 そして目標方向へ飛ばしたいという意識がありますのでどうしてもボールの辺りに執着があるので左サイドに荷重が残ってしまいますそうするとどうなるかというと前回お話しした右足に軸足を作るというところのポイントが薄れて左足に乗っていますそういう方はトップを作った時に左足を上げようと思ってもおそらく上がりませんし体が左側に偏ったようなトップを作っている方が多いです ですので、もうここはなるべく、つま先立ち、つま先立ちというような形で、しっかりと後ろを向いていくような形のところから、ボールを打っていくことで、スイングを完結していきましょう。バックスイングというのは、だんだんと左足の落ち着き具合というのは、個人差がありますので、その辺は自分でだんだんと打ちやすいところというのは、 決ままってくるとは思いますが、どうしても最初にやってしまうのが膝を前に出してしまうようなバックスイングをしてしまうと左足に体重が残ったままのスイングの癖がついてしまいますのでなるべく最初の基本は同じ左右対称で構いませんのでこのように右左右左と動いていただいてスイングを作っていただくということが大切になりますのでぜひ左右対称でつま先立ちつま先立ちというような形でスイングしていただくことが大切です。 そうすることでスムーズな下半身での骨盤の回転でボールを捉えられることができますので上半身の揺れというのが少なくなって結果手の不要な動きが消えてきますので手打ちでなくなってくるというような状況を作れると思いますぜひチャレンジしてみてください皆さんいかがでしたでしょうか本日は下半身の使い方ということで上半身がねじれるとこのように手にねじれが入ったり 肩が落ちたり上がったり傾いたりっていうところにつながってきてしまいますのでなるべく下半身の動きから覚えていくといいですという話でしたで、自分自身野球をやっていたのが長かったので野球もそうなのですがベタ足とかすり足っていう言葉があるのですが足の裏自体は全部はくっつけないんですね少しかかとが浮いていて打撃姿勢に入るっていうなのはゴルフにも活かせる部分だと思いますベタ足に選手が見えても相当筋力がない限り全部の左足を 設置して打撃撃するといいうのはかなり体にも衝撃が強いですし負担がかかりますですでのでしっかりと左足の荷重を抜いてその荷重が右足の軸足に乗ってそれを移していくというのが本来の体重移動というお話になります。ですのでこのつま先立ちっていうのは左足の力も抜いて上半身のリラックス感を生むためにも必要ですので是非最初にチャレンジして練習をしていただくことでスイングが向上してくると思いますので是非やっていただければと思います。 このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信していますチャンネル登録、えー、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします本日もありがとうございましたさあこんにちはティーチングプロの坂本龍なんです本日は軸についてです軸といえば、なんとなく皆さんスイング軸、体の軸を意識してというようなことで、えー、言葉は聞いたことがありますがなかなか軸というのはどこにあってどういうイメージをしたらいいかというのがなかなか難しいところだと思います ですので今日は軸はどのように意識したらいいかという部分とえその軸を安定させる方法についてですで軸が安定するメリットといえばやはり体が安定しますのでしっかりとした体のスピードを出せるようになりますでもう一つは軸が安定することによって手や腕などの動きがコンパクトに使えるようになりますので方向性の安定にもつながりますあと軸が安定することで体のブレというのが少なくなりますので そうすることによってラウンド中疲れなかったりバランスよく動いて怪我も少なかったりっていうところにつながりますのでぜひやっていただきたいと思います。でどんな方におすすめかというとやはりこう簡単に言えばリバースピボットといってこう体がぎったんばっこんしてしまう人それから上半身だけが突っ込んで頭が動いてしまっているような人それから本当に体の軸が取れないので腕だけで振ってしまっているような方におすすめだと思いますそれではよろししくお願いいたします。 でまず今回軸ということで体の中心のことを考えたりよく背骨の仮想背骨の軸と言われるようにこの背骨の後ろにあるような軸と考えたりこの体の中にある自分の体幹を意識するというような意識だったりいろいろな軸の意識がありますが今回はそれを考えるとおそらく多分分かりにくい人がいると思いますので。 軸足という考え方でお話を進めていいいきたいと思います主に「軸足」と考えるとゴルフにおける「軸足」と考えるといろいろなスポーツにも言えると思いますが後後ろろ足、足足側の足が軸足となりますですのでまずこちらの軸足となる右足右足についてどのように使っていけばしっかりと軸が取れるかというところを考えていきたいと思います。 まず、ゴルフにおける回転運動、このように右、左と、右から左に体が動いていくことが、ゴルフスイングにおける基本の回転運動だと思います。体が右、左。これがゴルフの回転運動の基本です。で回転運動の基本で軸となる足は、その回転をしている右だったら右足、左だったら左足となります。ですので、 ほとんどのシーンにおいてテイクバックバックスイングトップダウンスイングインパクト付近とくるまでほとんど右側の領域で行う動作の方がゴルフスイングは多いですもちろんインパクトフォローフィニッシュと体重は左に乗っていきますが体が右から左に向かっていく中での意識レベルで人間が意識を持てる範囲の秒数というのは 大体意識は0.2秒ぐらいでの反応になりますのでテイクバックからバックスイングそしてダウンスイングをしていくっていうような意識のところまでしか意識が届かないはずです,ですので軸足と考えてまず軸として考えるのはこの右足にしっかりとエネルギーだったり体の重さそしてクラブの重さそして重心の位置関係などをまず右足に集めて右足の軸足となるように考えてまずは。 スイングを作っていいいただくと良いと良思います体が先ほど回転するというお話をしましたが体が回るとはイコール体の重さこの人間の体ここから見るとここに重さが体の体重がありますのでこのように体が回っていくとこの体の重さというのは全てこの回った右足に乗ります。逆にに言えばフィニッシュといううののはこのように 回ってくるのでこの体の体すべての重さは左足に乗りますですので体の右左という回転運動と体重が右左と乗るこの体重移動というのはほぼイコールの関係になります。ですので右に回っているということは体重が右に乗っている左に回っているということは左に体重が乗っているということになります。でですので しっかりとまずテイクバックの時に軸足として右足を感じながらしっかりと右足の上に全てのパーツがのっけられるかそこに体重を感じられるかというところがまず初めの軸足を作る上での第一歩になります。実際に右足の上に全てが集まっているかどうかのチェック法として。 後ろから見たときに、この頭、体、そしてクラブの位置が大体こう後ろに集まって右足の上にあるような形を取っていただくことが必要になります。で、この状態というのは見ながらでしたら大体わかるのですが、実際どこに集まっているかがあまりうまく打っている最中はわからないかと思います。ですのでチェック法としてはアドレスをしていただいて、自分でトップを 作ってみてみくださいトップを作った時に右足を上げた時にこのようにしっかりと立てる状態であれば右足にしっかり軸足を作って乗っているというような状態になりますですが大体の方がこれをやっていただくと上げた時にこのようにすぐ足が降りてしまったりすぐ背中がこう倒れ込んでしまったり逆に。 右側によろけててししまままっったりといいうここが起こってしまいますですのでまずチェック法としては軸足ができているかどうかというのはトップを作っていただいてそこで足を上げても3秒でも10秒でも構いませんので自分で安定しているなと感じられることがまずトップで右足に乗っていて軸足がしっかりと出来上がっているという状況ですのでそれをチェック法として一度試してみてください。 このように片足を上げてトップでバランスよく立てている方はおそらく重心の維持がかなり安定している方ですのでそのまま重心を安定させたままスイングをしていただければ大丈夫だと思いますで大体の方がこの右足に体重が乗って重心が安定している状態というのはかなり違和感があるぐらい右にあるかと思いますそれで大体の人がこう足が落ちてしまったり上がらなかったりというところはかなり感じられたと思いますでですので どううやったら右足に体重が乗るかというまず訓練になりますますずはクラブを構えていただいてそのアドレスの状態からクラブヘッドを立てていただいてこのように起こしていただくような形をとってもらってそのまままずは右足を上げる訓練をしましょうまずこれで立てるように訓練してくださいもう本当に3秒でも10秒でも構いませんのでこのように右足を上げてバランスよく立てるような状態 その時に感じてほしいのがその時の右足の膝の角度だったり腰の乗っている具合頭の位置などの重心が一番楽に立てる場所になりますずっと立っていられなくても構いませんのでなんとなく体が自分で感じられると思いますので安定する場所を探ってください悪い例としては足を上げた時に左足がこう離れてしまったり体がねじれてしまうとやはりバランスは取りにくくなってしまいますのでもうアドレスした位置から。 そのまま立ててそのまま左足だけ上げてしっかりとストレートに立っているような状況をまずファーストステップとして取ってみてみください2つ目のステップとして今度ただクラブを起こして立った状態でようやくまず右足にどうやったら体重が乗っているかという感覚が身につきました。 今度はこの状態でゴルフスイングというのはこの右を向くという作業をしなくてはなりませんので少し今度はこのように杖のように右手でクラブでも何でも構いませんので支えていただいて左足を上げて右足で立っている状態を作っていただいて少し体を右向きにしていくこれに慣れてみましょう軽く左足を上げて少し体全体の向きを右に向けていく。 それをやってみましょう。左足を上げて右に向いていくでこれで少し下半身がきつい人は少しつま先を右側に開いてもらえれば少し楽に体が回るかと思いますのでそのアドレスの時の右足のつま先の開き具合もそれで決まってくると思いますので自分で楽に上げて少し楽に右に向けるような形を作ってみてください。 3つ目のステップです3つ目のステップは左足を上げて右足でしっかりと軸足を取ったこの片足を上げた姿勢から体を右に向けていってしっかりとトップができたら今度はこの左足を下ろしていく動きです下ろしていくことで右足に体重や重心が全て乗っている状態のままトップを作っていくような形を取りましょうこのように左に寄りかかるような形にするのではなくて右足に乗ったまま左足を地面に 軽く設置すするような形が理想ですこれを左足にかけてしまいますと体の突っ込むというところになってしまいますのでししっっかりりととと立てて足を下ろいいくということが大切になりますでその時に突っ込みを防止するためにどちらかというと L 字型のような形で足を下ろした方がしっかりと右足に乗ったままの荷重感でトップを作ることができますのでそのような形で注意してみてください。 4つ目のステップです4つ目のステップは今度はボールを打ってみましょうそのまま足を上げて足を下ろすそして右足に荷重があるままダウンスイングこのような形でスイングしていきましょうそうすることで荷重が突っ込んでいくような形でスイングすることを防止できます足を上げてしっかり後ろを向いてそして足を静かに下ろすもしくは L 字のような形で下ろしてもらって 右足足にししっかりと軸足ができてているのを確認してトップができたらそこからししっかりりとととスイングをしていくといくうことが大切になりますどうしても球を打ちにいくとやはり頭や左サイドというのは早い段階で左に乗せたい状況になりますがなるべくダウンスイングといってこの右側にクラブがあるうちは体重が右足にありそのままそれが移っていくときにしっかりとインパクトできるために。 しっかりと右足に軸足といって軸を作ってそこで動き出しを始めることでしっかりとした左に体重が乗っているという状態が作れますのでそのような形で注意して今の4つのステップを踏んでしっかりとした軸足を作っていただくと効率よくスイングをすることができますのでぜひチャレンジしてみてください。皆さんこんこににちはははティーチンンンンングググプロののの坂本本本でですす日ダダウウススイイ基本についいてとうのは ゴルフスイングでテイクバックバックスイングとクラブが上がってトップ一番上に来た時から、まあ、下ろす動作のことですこの下ろす動作についてのお話をしたいと思いますでダウンスイングの仕方について今日は5つのポイントで考えていきたいと思いますまず1つ目にダウンスイングとはそもそも何かというところです2つ目に効率的なそのダウンスイングとはどのようにするかというところについてお話しいたします3つ目はダウンスイングでうまくいかない方の特徴についてお話ししたいと思います そして、四つ目にいよいよダウンスイングのコツについてお話ししたいと思います。で、最後に五つ目に、その正しいダウンスイングができているかの確認方法を最後にお伝えしたいと思います。以上の五つで、今日は行っていきたいと思います。で、この動画を見ることによって、ダウンスイングの本当の基本を学ぶことができると思います。いろいろな雑誌や、テレビ、いろいろなところで、こう、自分が見たゴルフスイングのイメージっていうのは。あくまで結果としては、そのような。 形になっていれば良いと思いがちですが実際の人間が動かしている中身というのはそのイメージと動かしている感覚というのはかなりギャップがありますですので今回の動画を見ていただいてそのギャップが埋まるようなダウンスイングの方法について解説していますのでぜひ見ていただければと思いますそれではよろしくお願いいたしますはじめにダウンスイングとはというお話についてですダウンスイングとはまあ読んでそのままなのですが ダウン下ろしていたり下に下がっている時の動きのことをダウンスイングと言います正面から見たような状況からいくと右の上の方から左の下の方にクラブが推移していく動きのことですですのである意味この上の位置から下の位置に移動していくことがダウンスイングですこれを二つに分けると主に体がダウンしている状態と腕やクラブがダウンしている状態 この二つに分けられるかと思いますまず一つ目の体のダウンこれは何かというとゴルフスイングには前傾姿勢がありますですので体には高低差ができます前傾姿勢をなくして回すとこのように体というのは平らに横に平行に動きますですが前傾姿勢を取ることによって体全体を右から左に回していくとこのように角度差ができた斜めのような状態で体が動きます この時の状況がダウンかかどううという話です。この時の時状況が何がダウンかというと右を向いて後ろを向くとこのように右側より左側の方が低い状態になりますのでこれが戻っていくそして体が正面にピタッと戻るここまでがダウンスイングですですので体が前を向いた時というのはもうダウンスイングではなく体はアッパースイングということになりますですので 体のダウンスイングというのはこの右からアドレスまで大体いい戻っている辺りがダウンスイングになります。ですのでテイクバックやバックスイングで体をしっかり回しましょうと下半身を動かしましょうというお話をしているのは体全体を向けてしっかりと右側が高くてしっかりと戻っている時に打つということがダウンスイングということになりますので体は回すことによって後ろ側の位置が高くなってそれが戻っていくことで ダウンされている時に打てるというのがダウンスイングになりますので体の位置関係はこれで覚えておいてください。で2つ目に腕の動きです腕の動きはアドレスで構えてこのように立てていただくと分かるのですが右手がゴルフグリップというのは上に来ています。ですのでこの右手が上の状態になっているような形でトップができていてその降りているうちも常に腕の関係が変わらずに下まで下ま 来ているような状況を腕のダウンンスイングと言えます。このように右手が下になっているような形でダウンスイングをしているというのはこれはダウンしているのではなくて右手は下がっているかもしれませんが左が浮いているというような状況になりますのでダウンをしているようで腕は浮いている方向に動かしていますから上半身を下げてねじったり体の向きをこのように。 進行を早くしたりして補正しなくてはいけません腕が上から使えているかどうかというのは腕の位置関係が変わらずにそのまま動かせているかということがダウンスイングにおいて大切なことになりますそしてこの2つ体がしっかりと戻っているときに当たるか腕が右手が高くなっているこの自然な状態のまま腕がしっかりと移動しているかそしてクラブが移動しているかというところが大事になりその2つが同じタイミングで 行われているかということがダウンスイングにおいては重要なこととなります次に効率的なダウンスイングについてです効率的なダウンスイングは先ほどの腕が上右手が上でバランスよく右手が上に乗っかった状態アドレスと変わらない状態のままクラブが降りてくる腕の動きそして体が戻ってくる体の動き このがが合わさったたいいいというお話でした効率的なダウンスイングをするためにはそれを重さの力をを使っててスイングを完結しいいくととうことが大切ですもちろん人間が体を動かしていますので体の力ももちろん出力としては使っていますが重力がありますのでバックスイングで上げたこのクラブの位置関係この位置エネルギーや腕が空中に移動した位置エネルギーそれと後ろに向いた時の 距離などで力は出ますですので自分ですごく力を入れていくのではなくて効率的に打つには腕やグリップそしてこのクラブが動くのに最初に移動して動いていけるかということが大切になりますそうすることで回転とクラブの動きが合いやすくなってとボールを安定してコンタクトできるようなスイングが生まれます 体で打たなきゃいけないとよくなりがちで皆さんこのように体がすごく回ってしまいますがクラブや腕の重量をうまく使ってスタートして体の回転につないでいくことで効率的なダウンスイングができますのでそのように意識していただければ良いと思いますそしてダウンスイングがうまくいかない方の特徴ですダウンスイングがうまくいかない方はまず体の話でいくと体がほとんど 回っていない。もしくは体をねじってしまっている。腕だけで打ってしまっているというのも、体をねじっていると同じような形になります。で、それをすることによって、どうなるかというと、クラブが。折りたい、腕を下ろしたいっていうのに、体が戻ってるっていう時間と合わなくなります。え、体が先に前を向いて、アッパースイング時間に入って。腕がその後。 ボールを打ってしまうという振り遅れという状態になりますですので一番悪い状態というのは回ってからその後の補正で打つっていう動作をしてしまうことがダウンスイングで一番イメージはしやすいのですがミスに繋がりやすいダウンスイングになりますですのでほとんどの方を見ているとどうしても体を回すそして一回一瞬体が止まるそしてその後の手の補正でボールを捉えていくっていう状況になってしまいます ですので改善したいのはその体が回りすぎてしまう、そしてストップをかけてしまう、手で打ってしまう、この動作の改善が必要になります。そこは皆さん調子が悪くなったりラウンド中疲れたり、そして練習場で打ちすぎたりするとえなりやすい癖になりますので、ぜひそこはご自身で注意してスイングなどスマートフォンなどで撮っていただいて見ていただければわかるかと思います。 ダウンスイングの指導のコツ、きっかけのコツは、意識としては腕やグリップ、そしてこのシャフトなど、クラブや腕の方からスタートしていくことを意識して練習していただくと、スイングと同期しやすいです。体の回転でゴルフスイングというのは、大まかに完結したいです。ボディーターンといわれる、体の回転が通り過ぎるときに、スイングを完結したい。 しかしそのボディーターンという意識がどうしても体だけを回して打てないので一回止めて手で打ってしまうというようなタイミングに皆さん無意識でなってしままいす。そこの意識の少しの違いなのですがそれを重さや手で重力とともに下ろした重さの力を使ってそのまま体の回転につないでいくようなスイングを意識していただくことでかなりダウンスイングのリラックス感だったり。 第4スイングの安定につながってきますのでなるべく手や腕を少し下ろしていくような形でまずスイングしていきましょうその時の時ドリルになりますまずこのように下ろすや回すっていうのがいろいろ2段階で入っていますのでしかもゴルフスイングというのはこのようにシャフトが斜めになっているように見えますのでいろいろな動きが混ざってしまってイメージが湧きにくいかと思いますですのでまずクラブを立てていただいてこのまま体を右に向ける。 そしてフォローのこのフィニッシュの位置この位置をちょっとイメージして頂い,いてこの位置からこの位置まで下は素振りしなくて構いませんのでこのように体を入れ替えただけでスイングの練習をしましょう簡単ですこのまま全てのパーツを平行に、まあ、同じ分量を動かしている意識でスイングしていきましょうでこのようにゆっくりやっている分には簡単です でこれをなるべくスピードを自分の上げられる速度で早くしてみましょう少しずつスピードアップしていきましょうこのように自分ができる限り早くスピードを出して行ってくださいでその時に注意点としては早くすればするほどこのように体の回転が強すぎるとクラブが倒れるような状況になります でこれは何が起きているかというと先ほどの説明で手が遅れる手、体が先に回ることによってクラブの重さが後ろに後ろに進行してしまいますそうすることで振り遅れといって腕が浮いて体が先に回って腕やクラブの位置が遅れてしまうということになります。ですのでこの中で中身は何をしたらいいかというとこの手そしてクラブが先に動いている 意識少し頭の中では先に動いて体が回っているこのような形でドリルを素早くやっていただくと体の方が圧倒的に内側にいますので手の動きにすぐ追いついてくれますスピードアップしようとして体をこのように回すとクラブはついてきませんし腕も後ろにのけぞったような形になってしまいますのでまずはこれでリラックスして腕と体が しっかりと一緒にに動くようにする。そしてある程度クラブがこのように倒れないような動作で垂直にしたまま素振りができるようにこれは家でもできますのでぜひ反復していただければと思いますそして最後に手が先グリップが先に移動して体の回転と同調して打てているかの確認方法についてです。 この確認方法は簡単で前回の動画で下半身を動かすという動画を見ていただいていると思いますが見ていただいていない方は動画を3つか4つぐらい前に戻っていただけるとあると思いますので是非見ていただければと思います。でその下半身の動きで足を上げて足をこのように使っていく動作がありましたが足の動きでボールを実際打っていただくもちろん素振りでも構いませんがこのように振っている時にインパクトの瞬間と 左足かかとが着地する瞬間を揃えてみましょう揃っていることが体と回転と腕が下がっているのが同期していると考えてもらえれば良いと思いますですので皆さんの考え方だと左足かかとは着地して乗り込んでから回ってからクラブを振るって感じなのですが全部が同時期ですので乗ってる時にはインパクトを終えて振り終わってなきゃいけないんですね。 かかとが降りた時には。手がもう降りていて、ちょうど、スイングが完了している。これを作るには、先ほど言った。手が先に降りてきてないと。かかとがちょうど降りた時に。合いません。ですので、ここからは練習法です。ここからは練習法で。左かかとを。上げていただいて。で、そこから。どちらかというと、もう手だけで打ってしまうような形で、最初。左足かかとが落ちないうちに。 このようにスイングしていただく練習をしてみてくださいそうすると個人差はありますが自分では下ろしていないつもりで打っても左かかとというのはこのように勝手に地面に左腕だったりクラブの重量で下げられてしまいますですのでまずは大げさで構いませんので左足が下がらないような状況のイメージのままボールをこのように打っていくようにしましょうそうすることで 左を踏み込んでいかなくてもクラブというのはしっかり降りてきてそのクラブが降りてきた重量で左足というのは低い位置にこのように踏み込まれていくというのが、えー、分かるかと思いますのでそのような意識で打っていただいてだんだんと逆に言えば左腕やこのグリップに対して左足を合わせていこうというような意識でスイングしていただくことが大切になります。どうううししてても体のの回転に皆さん腕を合わせよう合わわせせよよとなっままいますので どちらかというと腕をそしてクラブを下ろすタイミングに対して下半身を合わせていくというような考えでまずやっていただくことで振り遅れて乗って回るという体の傾向を振るときに回る回るときに打つっていう同時進行でスイングを完結することができますのでリズムもシンプルになってきますし打撃方法も注意点は1ポイントになってきますのでだんだんと単純に打てるようになってきます。ですのでこのこように振り遅れて それを貯めてまた戻して払ってとかっていうことを考えずに手が下りたらそのまま体重移動と回転が全部一緒になっているようなスイングを目指すためにダウンスイングはそのような形で下ろしていただくということが大切になります皆さんいかがでしたでしょうか ゴルフスイングというのは見た目と違ってクラブのヘッドがかなり重たい道具ですので必ず振り遅れれとといいいう症状と付き合っていかなければならなけばらスポーツです,ですがヘッド自体が重いので遅れるということは悪いことではないのですがどうしてもそのイメージが腕やこの手体と同期しなければいけない部分が遅れてしまうところの見分けがなかなかつかないというのがダウンスイングのまた難しいところです。 今日の動画を見ていただいてそのイメージが違いがなんとなく分かっていただけたと思いますのでそのような意識で練習や素振りを家などではシャドウなどを反復していただくことでだんだんと今までの体が回ってそしてブレーキをかけて手で振っているっていうようなスイングから腕が動いているときに体が回って体が回っているときにも打っているっていうスイングに変えることで効率的なスイングにだんだんとなってくると思いますすここののチャンネルルではこのようにゴルフにゴフ関する情報を配信しています。 もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします無理なく飛距離アップする新常識という新刊が出ましたもしよろしければ目を通していただければと思いますゴルフ用品会社の雑誌にも毎月出ていますのでもしよろしければ手に取って見ていただければと思いますそれでは本日もありがとうございました皆さんこんにちは ティーチングプロの坂本なんです本日はインパクトゾーンの作り方ということで練習場で練習するためのどのような練習をするとインパクトに役立つかというところをお話ししたいと思います主にビジネスゾーンといって腰から下の部分についてですでこの部分を鍛えることによって方向性が安定したり当たり方が良くなりますので飛距離アップにもつながってきますですので地味な練習ではありますが地道にしっかりとやっていただくことで飛距離というのは伸びたり方向性が良くなったりということが起こります 本日は10個チェックポイントを用意しましまた。ですので10個もあると多いのでどれか自分が気に入った1つだけやっていただく形でもいいですし100球練習するとしたら10球ずつやっていただいて自分がフィットするものを23個選んでいただくというようなやり方でも大丈夫だと思いますですがだいたい1個ずつ確認していただくことでインパクトゾーンの動きの中ではどのようなことが起こっているかっていうのを把握しながら練習することができますのでこれをやっていただいてスイング中には無意識化でこれをできるようになっていくということがゴルフスイングにおいては大事だと思います。 ですので一個ずつ確認しながらゆっくりやっていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。一つ目は足踏みをして打つことです。足を右左と足を上げ、足踏みをしているリズムでまずはこの腰幅を打って10ヤードぐらいを打つことが大事です。 このように足踏みで右左と荷重をかけて足踏みをしながら打っていくことで同じリズムでで打っていくことができます基本的にどうしても重心を真ん中に置いて腕を横切るような動きが癖になってしまいますのでなるべく足踏みをして荷重を右左としっかりとかけて打てるようにしていただくことで このビジネスゾーンがオートマチックに振ることが癖づいてきますのでぜひやってみてくださいゴルフは基本的に右肘というのは曲がっていくスポーツですですので右肘が曲がって右肘が長くなるという過程を体に無意識化で行えるように訓練していく必要がありますですので基本的にアプローチというのは体を回すのが土台になりますので体を回していくところにこの肘の動きというのは 無意識で入るようにし向けていきたいですのでここでは片手などで右肘を曲げるそして伸ばすというような動作でスイングを練習していきましょう片手であったら曲げる伸ばすこのような形で打っていきましょう慣れてきたら体の先ほどの足踏みに合わせて曲げる伸ばすというような形で練習していただくことで体に合わせた肘の使い方というのがだんだん慣れてきますので あまり肘をこのように伸ばして伸ばして使っていると最後に詰まってしまったり最後に上げる動きが強くなってしまったりっていうところがありますのでこの小さい動きの中でも右肘を曲げる伸ばす曲げる伸ばすというのを訓練してみてください。つ目ににやははり腰ののの回転ですゴルフスイングといいうのは12時の位置に構えていて 大まかに上から見て12時そしてこちらが9時そして3時と体の向きを約80度変えてて、ていいくく意識を持っっこのように打っていく必要があります。体の向きが変わらずに腕とクラブだけが動いてしまうのが手打ちと定義させていただいてますので体がしっかりといわゆる回転をして打てるようなスイングをアプローチから身につけていくことでスイングを大きくしっかりと回るスイングに作っていけますので是非これはやっていただきたいです。 練習場などは大げさで構いませんので体を右左と回して180度向きを変えて打てるように練習していきましょう次にインパクトエリアののフェイスの向きです。しっかりと下半身を回して体が右に回ると前傾姿勢がない場合はこのようにリーディングエッジが地球に対して垂直になっています。 でですので下半身から回るということは前傾姿勢があるため結果的にに斜めにこののようににに腰のあたりに来た時にフェイス面が向いていてますこれは下半身で回ることでこのように角度が前傾姿勢がある分の傾きになって結果的にボールを見ているような形になりますのでそのような形で下半身を回してこのように打っていただくことでボールに。 面が向いたようなバックスイングを取って、なおかつボールに向いたままのインパクトを取ることができますので、ぜひ注意してみてください。上半身を回すことで、このようにフェイスというのは開きますので、下半身で回してのみこのフェース面がボールを向いているという状況を作れます。手で無理やり作るのは NG ですので、あまり多少でしたらいいですけど、あまりやりすぎるのは注意しましょう。 次に体を回してフェース面をしっかりとボールに向けているようなバックスイングができたらあとはクラブとフェース面そして体との位置関係を維持するために手を極力体に近いところで推移させましょうこのように手が離れてしまいますと手を戻すのに時間を作ってしまいますので体にくっついているような形で体の動きだけでこのようにスイングして体の動きで打てるように注意しましょうここののよようううにに離れてしまうと自分でこのように 腕だけで打つことになってしまいまいすなるべく体に近い状態で体を回した状態で打つということが大切ですグリップがこのようにろに近いところにできたら今度注意したいのはもう基本ゴルフスイングというのは足で体の向きを変えて向きが入れ替わっている時にこのようにボールだけを拾っていけるような形に結果的になります。 ですが体の回転ばかりを意識していると体の回転が先行するようになってこのようにクラブが遅れてしままううよなな状態になりますですのでこのクラブが遅れてしまうような状態を作らないためにいやめちゃめちゃ危なかったですクラブの遅れを作らないために手をやや先行していくような形で目標方向に 手を先行していくような形をわずかに意識していただいて回転に遅れないようなグリップの動きを覚えましょうそうすることで振り遅れといってクラブヘッドや腕が遅れてしまうことを防ぐことができます体に対して遅れないように手をわずかに先行して打ちましょう 回転でしっかりと打つそして振り遅れないように手を先行させるという意識を持っているとだんだんとこの手首の自分の内角といって手首の角度が維持されているか曖昧になってきますですのでこの手首の縦の角度もなるべく維持しているようなバックスイングを心がけてスイングしましょうだんだんとゴルフクラブというのはこのように手が浮いてくるそして手首がこのように解けるという症状を生みますので。 自分の左手首の角度構えた角度というのは注意して構えながら体の回転そして手が遅れないようにスイングをしていきましょうそうすることで垂れずにしっかりと打てますのでこの左手の角度も気をつけて練習してみてください下半身や体でしっかりとこのようにターンができるようになってきたら ヘッドを忘れてて置いていけるよううにしましまょうこのようにターンにつられてヘッドをこのように同調しよう一緒に動かそうとすると無意識でこのように手首を戻してしまう動きが入りますので感覚としては体に対して手は遅れないように注意したいのですがこのヘッドというのはそのまま置いてけぼりにしていても体が変わると正規の位置までちゃんと到達するようになっています。ででですののののヘッドといいうのはある程度遅れて構ままませんのでそのまま ヘッドに遅れが出たままのスイングをできるように注意してみましょう。同調といって自分でこのようにヘッドを戻してしまいますとトップだったりざっくりそしてボールがほわんと上がってしまうような高い球になってしまいますのでヘッドはできる限り置いてけぼりにしてスイングできるように注意して練習してみてください。ヘッドは置いておいて手の位置だけ遅れないようにスイング。 そうすることで、しっかりとボールに対してきれいに入るようになってきますのでぜひやってみてみください。次にある程度動きができてきたら目線をコントロールしてみましょう目線はまず一番やってほしくないのが最初の段階でボールで目でアジャストしてそのまま合わせるような動きでこのようにアプローチをしてしまうと。 体を真正面に向けたまま頭を固定して腕を横切らせるような打ち方が体に身についてしまいますですので最初はボールもほとんど見なくて構いませんので体をしっかり後ろそして顔も後ろに向いているような形からそのままボールも見なくて構いませんのでこのように通り過ぎてしまう気持ちでインパクトが右を向いたままそしてそのまま左を向いていくような形でボールを捉えていきましょうそうすることとで体と 顔そしてクラブの位置関係が同調してしっかりと体の向きを変えられますのでほとんどボールにはまず意識を置かないでもうどちらかというと顔も右そして左というような形でボールにほとんど注意を入れずに体がこちらに向いたところからそのまま反対向きになっていく過程でボールを打てるように練習してみてください。で次に顔が動いて 体が合わせない動きを覚えて、もうほとんど見なくてもなんとなくこうボールに当てられるような感覚ができてきたら、今度はこの視界を今度固定しに行ってほしいですので、体を動かすっていうことはして、あとはこの自分の見えている視界を安定させるということが大事です。その時にボールはずっと見ているというよりは、一回少し視界が動いてトップ自分で一番上に来たなっていうポジションで、これはショットでも一緒ですが、そこで ボールもしくはその視界を固定してそこでしっかりとダウンスイングに入っていくっていう作業をしてみてください野球のピッチャーと一緒で野球のピッチャーも一緒で最初キャッチャーを見て一旦足を上げた時は目をこのようにファースト方向に切って重視移動の時にしっかりとキャッチャーミットを見てボールを投げるという動作です最初から最後までボールを投げるまでキャッチャー方向を見ていると体がバランスが取りにくいですので 最初は足を上げて目を切るそしてキャッチャーミットを見て投げるというような動作と似ていますですのでボールをあまり意識せずにトップに来たらボールの視界をしっかりと固めてボールをこのように打っていくそうすることでピタッとボールに対して自分がダウンスイングに入るという準備ができますので目線を切ってそして視界を決めて ダウンスイングというようなリズムを足のリズムなどと,と合わせてできるように練習していただければ12と足を踏み替えて体が右左と向いていけばこのようにボールがしっかりと打てるようになりますのでぜひ練習してみてください皆さんいかがでしたでしょうか アプローチのような小さな動きですが必ずフルショットにつながりがありますのでこの腰より下の部分というのを精密に自分で無意識下で同じような球筋同じような弾道同じような高さで打てるようになるとショットにもかなりいい影響が生まれますのでぜひ10個とちょっと多めになりますが自分が好きなのを選んでやっていただければと思いまますすすここののチチャャンンネネルルルではよよようにゴルフにゴフ関する情報を配信しししししていいもしよろろければチャンネル登録よろしくお願いいたします。 自分の新刊が出ました無理なく飛距離をアップする新常識ということで、えー、もしよろし,よろしければ読んでみてくださいそれでは本日もありがとうございました皆さんこんにちはティーチングプロの坂本隆奈です本日は前回インパクトのお話をいたしましたのでフォロースルークラブを振り抜いた後の解説をしていきたいと思いますで、今回は3部構成で1つ目に正しいフォロースルーの出し方とはというお話です2つ目に体の動きのお話です3つ目に 手の動きとクラブヘッドの動きについてのお話になります。フォロースルーというのは、なんとなく自分で作りたくなりますが、基本的にはテイクバック、バックスイング、そしてダウンスイングの流れによって作られていくものです。ですので、意図的にこう動かしましょうというのは、なかなか後ろの動きができていないと難しい部分なのですが、こちらのフォロースルーの動きを知っておくことで、テイクバックやバックスイング、そしてダウンスイングの流れに役立ってくると思いますので、ぜひ見ていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。 まず正しいフォロースルーの出し方についてですとはまず腰の位置に来た時の形でいうと皆さんこのように手がかえったり腕を伸ばしたりして画面から見たら左側の領域に来ていればフォロースルーが取れているというような意味合いを持っているかと思います。ですが正しくはクラブや手で左に来ているのではなくて体が向いた方向に クラブと手がが来ていいるととううここ大事にになりますこのように手だけで作ったような形ではアドレスの位置に腰を戻すとこのような体勢になっていますのでアドレスと全然違うようよな向向きをいいてしまいますこれではこのように構えていたアドレスからこのようなズレを生じていますのでフェイスで言うなら帰りすぎてしまっていたり左腕で言ったら体に張り付いてしまったりという偏った動きが入ってしまっています。 フォローが出るとはこのクラブヘッドが出ていくことではなくて自分のの体や手がが出てて、いくここととにによって左側の位置にクラブが見えることです。ダウンスイングのこの腰の位置のテイクバックでも構いませんがこのハーフウェイダウンのこの位置のポーズをとっていただいて足や体全体を反転してもらうと分かるのですが何もしていなくてもこのように反転するだけでフィニッシュのような形になります。 上半身や腕の操作でフォローを出していくというような意識でそういう意味で出すっていう動きを作ってしまいますとクラブの向きが変わったり腕と体の位置関係が変わってしまったりっていう不具合を生みますのでまずフォローが出るというのは体が向き変わったことでクラブがその位置に出ているだけであって自分で体の横を通過させて抜いていくようなこのような形でフォローを取っていくのは 一見力が入っているように見えますが左腕にすごく負荷がかかってみたり手首に痛みが生じたりっていうところがありますのでまずフォローが出るということは体のの向きががが変わっててその位置ににクラブがあるるからフォローが出ているといとううよなな形になりますですのでパターなどでもそうですがフォローを出そう出そうとするとこのようにヘッドを出そう出そうとすることによって腕が詰まって逃げたような形になってしまいますので。 今ショットの話ですがパターンなどでも出るのはグリップが出ることによってヘッドが出るというようなイメージを持っていただいた方が整理がつきやすいのではないかと思います次に体の動きです体の動きは先ほど正しくフォロースルーを出すというのは体がこのように向いたことでフォロースルーが出ていくと良いですというお話をしましたですので大事なのは下半身や上半身全てが フォローの方向にしっかりと前を向いて出ていくことが重要になりますですので意識としては下半身や上半身の向きがしっかりと最後は向き変わって正面のボールを飛ばしたい方向に向いているかということが重要になりますですので下半身や体の動きとしては必ずインパクトのところでこのように真っ正面で止まらずにしっかりと体をこのように打つ方向に向けて 追われるしかし一つ注意点としてはこれは全員に当てはまるかは分かりませんが大体の方がインパクトでしっかり打ちたいという動作もしくは体が開くことによって先に腰がいってしまっているのでそれを我慢してブレーキをかけて手で打ってしまっている動作この2つが大体の方のパターンになります。でですので 右サイドが最後止まってしまう方が多いですで止ままってしまうことによってそれを手で合わせて打つような形になっている方が多いですのでそれを止めていただきたいですでそれを止めていただく方法,方法としては右足を右腰も右足もしっかりとこの左足を追い越していくかのように足を使ってみましょう 足でステップした下半身の動きの前回の動画その動画のまま右足や左足を追い越してもいいような形でスイングをして練習してくださいそうすることで体ごとフォローが出てしっかりとボールを捉えてなおかつ自分で手でフォローを出さなくても出るようになってきますですのでこのように右足を我慢しすぎてしまうと。 このように我慢してヘッドだけが出てしまって結果体が止まったようなフォローになって突っかかっているような形になってしまいますのでそこは注意が必要ですよく右足を一歩前に出すように打ってくださいというようなレッスンがありますがそれもこのように同じようなイメージのものなのでこのように右足というのはそのまま動き出したら止めずにずっとシフトをしていかなくてはなりませんので前に進んでいく必要があります。でですので フォローするで大事なことはしっかりと後ろを向いた後にもう打っていったら右サイドを止めずにしっかり体としてはフラットに動いていくということが大切になりますのでその辺を注意して練習していただければと思います次に手やヘッドの動きについてですゴルフスイングで今手でフォローを出さないというお話をしましたでですのでこのこように構えていたら 本来なら180度ぐらいいいい体ととと一緒にクラブがが動いて動てて作しししることが正しいとします。そうする場合にどうしてもフォローをここに出したいと思っている方が手を無意識に出している角度というのが多いです。ですので手をここまで出していて先ほどの体が真正面を向く体勢を作るとどうなるかというとこのような形になります。でですののクラブがこちらの 180度動いているのではなくて270度くらいクラブが移動してしまっていることになりますですのでこの部分をどうにかせめてここまで戻さなくてはなりませんのでクラブを動かしている範囲というのはもっと小さな動きにしなくてはなりませんですので体が90度動いている気持ちであってもクラブが90度しか動いてないつもりでスイングしてみましょう体はしっかり180度回しているのですが 気持ちとしてはこのクラブがインパクトのところに戻るまでの気持ちで体だけ回していくそうするとこのように手の位置が体で回った分だけになりやすいですですので自分でヘッドのゴールをこのように右から左に決めていくのではなくてもうインパクトかインパクト手前までしかヘッドは戻さないつもりで体の向きだけを変えていくような意識で打ってみてください。このように 止めているつもりでこのように打っていただくと手首の角度というのは右手にににこのよようう角度が残ってななななおかつ振りり切らないような意識になりますそれがヘッドも一緒に同じようなゴール地点を目指しながら振ってしまいますとこのようにお背中側までクラブが到達して思ったより振ってしまっているというような状態になりますので本当のクラブが出るというのはヘッドは出さずに自分の向きを変えていくと。 そのままヘッドが前にある状態を作れるのが理想的な形ですので意識としてはグリップエンドこの後ろを向いた時にグリップエンドが飛球線方向に向いていますのでその飛球線方向のままの意識を持っていただくような形で足で向きを変えていただくと結果フォローが出ているような位置になります。ですのでそこを意識しながらまずはやっていただくとこのようにフォローが出ます。それが ここに戻しているつもりが無意識で入ってしまっているので、そのまま回すとこのような位置にヘッドというのは行ってしまいますので、なるべくヘッドを戻さない、もう半分ぐらいしか動かしていないつもりで足を回して打てるように訓練してみてください。で、以前の自分の動画にもあったのですが、このような形で壁を前にして体だけ回して、このようにヘッドがネットに当たらないような意識でやっていただくのも、えー、そのような、 意識を作っていただくののに役立ちますのでもしよろしければやっていただければと思いますそうすることでフェイスターンなどの無駄な動きが排除されてきますので、まあ、少しここで壁の練習は難しいと思いますがそのようなイメージは持っていただければと思います。でですすのの正しいいフォローするというのは ヘッドを自分で出していくことではなくて体がしっかりと向いていくことによってグリップや手そしてシャフトが出ていくことで結果的にヘッドが前にあるように見えるというのが正しいフォロースルーの出し方ですのでもう一度自分のフォロースルーを見直していただければ少し改善する部分が出てくると思いますので参考にしていただければと思います皆さんいかがでしたでしょうか フォロースルーはどうしても出すという言い方をしますがヘッドは出さずに体が結果的に前を向いていくのでヘッドが前にあるというような状態を作っていけると良いです。でそこにさらに遠心力が最後かかってきますので腕が伸びていったり少しインサイドアウト方向に抜けていくっていうのを作り出せるようなテイクバックバックスイングができるとなおスイングが固まってくると思います。ですので、ですののの自分で体の左側にこう横切るよううな打ち方というのは、 背中に振っているような形ですのでうまく当たってもボールが引っかかってしまったりでそれをこう返さないようにするとシャンクしてしまったりというようなところに繋がってきますので,でまずはヘッドは出さずにそのまま基本は体が動いていくことでフォローも出るというような考え方を持っていただければ良いのではないかと思いますこのチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信していますもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします、えー、無理なく引き上アップする新常識という本が、えー、発売しました もしよろしければ読んでいただければと思いますゴルフ用品会社んの月刊誌にも毎月載っていますのでもしよろしければ手に取って読んでみてくださいゆ川富士山にも毎毎週連載がありますので目を通していただければと思いますそれでは本日もありがとうございました皆さんこんにちはティーチングプロの坂本龍太です本日はパッティングについてです でパッティング7項目でいいきたいと思いますまず1つ目にパターン面の錯覚について覚えていただきます向きがどのようになっていることによってストロークにどのような影響を及ぼしているかというお話です次に運動原理の見直しですパターンを動かす時のどう動かしていくかっていうところの原理をお話しいたしますで3つ目にそれに伴った構え方を修正してパッティングが入りやすい状態を作ります4つ目に打ち方と練習方法を一度見直していただきます 五つ目に軌道修正を行いたいと思います。パッティングストロークの軌道をどのようにしたら入りやすいかというところをお話ししたいと思います。で六つ目に動かし方のコツです。主に上げる時の動かし方のコツについてお話ししたいと思います。最後に当て方を覚えていただいて、七つでパッティングを向上していただければと思います。それではよろしくお願いいたします。まずこのようにまあいくつかパターを、大きさの違うパターを今、 5本用意したのですがこの5本ともやはりパターというのはどのような形になっているかというと上から見た状態上から見た状態でセットしたときにまっすすすぐ置きやいいいように作られている場合が多いで,すでこれはパターンにとって自分が構えるときに上から見て自分の構えに対して平行だったりとかあとは目標に対して自分がどのように構えているかっていう示唆になります。ですがここでパターンを構えるときに注意したいのがこの面は。 この2次元で見えている線と一致しないということがまず覚えておく必要があります。でじゃあ1本だけ抽出してこのようにまあ一般的なこのような大きさのピン型だとしてだいたいこのように構えるとフェイスは今まっすぐ向いているように感じますがこのように矢印をつけて構えるとこのようにわずかに左に向いているのが分かるかと思います。でででですすのの自分でまっすぐ構えているつもりでもりこのように フェイスの面というのは必ず左側に向いています。これは大体のパターン、えー、ゴルフクラブに関して全て、えー、左に向いてると言います。ですので、この上から見たまっすぐを合わせていても、基本的にはゴルフクラブの面というのは少し左側を向いているものだっていうことを一応頭の中には入れておいてください。それが分からないと、この面に任せてそのまままっすぐストロークしていくとどうなるかというと、このように面が左を向いたままボールを打ってしまいますので、 まっすぐのラインでやや引っ掛けるというようなミスが出ることをよくありますがそれはまっすぐ動かしすぎてしまって面が左を向いている状態で動かすことによってボールが左に引っ掛けてしまうというこれは覚えておいてくださいそうすることで引っ掛けの率だったりっていうのが減りますのでそれは覚えていただければと思います次にパターの構造についてです パターの構造で一番最初にイメージしやすいのが振り子運動といってこのように支点を作ってこのように中心を作ってクラブヘッドの重さを左右にいわゆる振り子のように振っていくことがパターの基本とされやすいです。最初のもう初ののの心者の方のイメージで、 え振り子運動というようなイメージになってしまうのはしょうがない部分でありますが実質覚えておきたいのはこのゴルフクラブというのは振り子とは少し違った構造になりますえ何が違うのかというと一番にまずこの棒より少し重量が右側に来ているということですですので振り子でいわゆる最下点といってこのように下に来るときはまだゴルフクラブはボールのところに到達しませんボールに到達するのはその最下点を過ぎたところでしか到達しませんのでこのように 振り子のギリギリをたどるようにすると必ず少しトップになるか下の方に降りすぎるとダフルといって手前をこすってしまうような動かし方になってしまいますこの振り子をあまり強くやるという意識を持たないということがまず一つゴルフクラブにおいて覚えておいてほしいですでどのように動かすかというとゴルフクラブというのはこのように持っている手元が動いて手元が動くことでクラブがこのように ヘッドも移動しているという当て方をしないとバランスよく面に当てることができませんのでこのようにヘッドだけが動いて当てようとすると今のように操作が難しくなってしまったり重さの動きがバランスが崩れてしまいますのでですのでこの手の位置をしっかりと動かしてボールを打っていくということが大切になりますボールを正面に構えてこのようにカップに向かって打っていただくと分かるのですがこのように振り子のように動かしていくというよりは全部の質量をカップに向かってまっすぐ 出していくような形で押していただいた方がカップに狙っていきやすいことにご自身で気づかれると思いますですのでちょっとこのように押して試していただくと良いのではないでしょうかでもう一つこの振り子運動と少しマッチしない構造がパターンにありますそれは何かというと元々のゴルフクラブの構造ですゴルフクラブの構造はこのように角度が 斜めについていいてててそのの重心の位置がずれていますですのでこの重心の位置が棒の内角といってこの角度が90度になっていれば振り子運動っていうのは成立するのですがこのゴルフクラブの角度が90度にはルールでできないようになっていますのでそこも成立しない原因の一つになります。ですのでゴルフクラブというのは角度を維持して打っていく道具ですので角度を揺すりながら動かしていくと。 いろいろな向きにこの面が変わってしまって、感覚のいいとはその面を合わすということが無意識でできるのかもしれませんが、構造的には面が動くということはそれだけ当たる確率を損なってしまいますので、振り子運動というのには気をつけなくてはなりません。では実際に構えになります。構えは振り子運動の人に多いのが、 手首が振り子運動の方というのはこのように揺れてしまいやすいです。でその手首をホールドするために肘を曲げている量がショットよりかなり多くなってしまうと思います。このように肘を五角形のように曲げて前傾を深くしてそしてこの首の付け根を中心に胴体だけでこのようにパッティングをしてしまいます。こうするとどうなりやすいかというと体の柔軟性を超えると肘が横に抜けて ショットでよくやりたくないこのような肘引けのようなスイングでパッティングをしてしまいます。ですので、パッティングで肘引けのようなこのようなショルダーで動かしすぎてしまっている場合、ゴルフスイングも肘が抜けて肩が抜けたような形になりやすいので、そこはパターから修正していただくと良いでしょう。でその時の注意点としては、姿勢は少し、 骨盤すべて背骨を一回立てていただいてそこから肩甲骨を下に下げる肩甲骨が下に下がっているような形で肩を下げていただきますでそしてショットのように腕はスラッと伸ばしたところで持っていただいてこの手首の角度はショットと同じようにしっかりキープしているような形で打ってみましょうそうすることで肩や肘の抜けたような 動きが少し軽減されますのでまずは手首を押さえたような形で、えー、あまり前傾角を作らずに肩甲骨を落として肩の力を抜いてで手首の角度を意識してストロークをしていきましょう次に練習法になります練習法はパターンの見た目によってこのようにショットだとコイン何枚か入っているかのようなイメージで この前側のフェイスの部分が浮いているのがショットでは自然に思いますしかしだからパターンになると皆さんこの平面を自分にしっかり向けようとするあまりぺったりと地面にフェイス面をつけてしまってつっているような形を強く取ってしまいますですのでつったような形を取っている方というのはこう肘が手首が浮いて肩の肩甲骨が開いて 肩が前に出てしまっているような形で猫背のような姿勢が悪い状態になって肩だけ上半身だけが動いてしまうようなストロークになってしまいますですのでリラックスして背筋を伸ばしてこのように棒などを置いていただいてこの棒にヘッドが当たらないような少し手が下がっているような形でヘッドがちょっと極端ですが浮いてしまっている状態でこの棒に当てないようにストロークをしていきましょうそうすることで ヘッドが垂れてしまうストロークの癖を強制することができますので少し先の棒に触れずにそのままストロークを完結できるように練習してみてください次に打つ軌道についてです打っていく軌道はこのように今カップと平行に棒を置きました このように二次元的にはこのようにまっすぐそしてこのシャフトに対して平行にクラブがまっすぐ動いていくといいようにイメージがありますが先ほどお話しした通りこのフェイス面というのはこの緑の棒の平行なラインに対してわずかに左に向いていますのでこのようにそのままストロークをまっすぐしていくとこのように左を向いたまま進行してしまってボールが左に引っ掛けてしまったり左に飛んでしまったりすることがあります。でですののゴルフクラブというのは 人間がこの今カメラで撮っているカメラ側にいますのでカメラ側からこのように力をカメラ側から力を加えていくのに最適化された道具になっています。ですのでこの2次元の上から見たこの線に対してまっすぐ合わせる練習をするのではなくやや自分の方から外側に動いていくいわゆるインサイドアウトという軌道を描くことによってこのなんとなく見てわかると思うのですがこの矢印が。 ある程度ボールのところをままっすすぐ通過していいくのがわかると思いますこれをこのままこの緑棒と平行にしていくとどうなるかというとこのように円を描くような軌道になってしまいます。これも先ほど言った振り子運動の弊害のような形になりますのでまっすぐ動かそうとするのは振り子運動のように振り子の要素が入ってしまいますので上から見た映像はやや本当にうっすらで構いませんのでインサイドアウトのような気持ちを持って 練習ししていいただくとうことが大切になりますす実際の動かし方です、えー、イメージで斜めに動かすっていう意識だけでも構いませんが一番斜めに動きやすいのはこの右肘をやや少し曲げていただくことでクラブというのは少しイン側に引かれるような動きがありますので少しバックスイングの時に右肘を緩ませる少しでいいので緩ませる そして押していくっていうような動作でショートパットの練習をしていただくとその先ほどのまっすぐ動かすっていう動きから少し解消されますので少し肘を抜くそして押していくっていうような意識を持って練習していただくと良いですこのような形で打っていただくと振り子で緩めて手首が入ってしまったり肩だけで加速をついてしまうような当たり方を 軽減すすることがでできますのでぜひやってみてみくださいで次に最後フォローの意識の問題ですがどうしても振り子運動で例えばやっていたとしたらこのようにヘッドの出がすごく大きくなってしまいます。でフォローを出すフォローを出すっていうような意識になってヘッドばかりが出てしまうという状況になりますがこのフォローを出すというのはヘッドだけではなく 当分でこのグリップ持っている場所が動いて動いた分出てこないとフォローが出ているという状態ではありませんヘッドだけが出ているというのは逆にはこのグリップはバックしているような状態になってしまいますのでグリップをしっかりと動かしてストロークができるかというところも大事なポイントになりますですのでイメージとしてはこの最初に構えたポイントこのポイントをヘッドから先に入ってくるのではなく グリップが先に通過するようなまあちょっと今極端にやっていますがグリップが先に通過してくる振り子運動でいくと加速がついてきますのでヘッドが先に通過してしまうことになりますですので構えたラインを必ずグリップが先に通過してくるようなイメージを持ってパターンの練習をしていただくとハンドファーストと言える ショットでのインパクトも身についてきますので振り子運動をしている限り必ず先行するのはヘッドになってしまいますのでヘッドが先行するということはハンドファーストということは相反する動きになってしまいますので成立しなくなってしまいますのでこの構えたラインよりなるべくグリップが通過していくことを意識して練習していただければショットにもつながるパッティング練習になりますのでぜひやってみてください。 皆さんいかかがでしたでししたょうかパッティングの基本は大体こうパターは何でもいいパットに肩なしという言葉がありますが私の考えでいくとやはりショットもパッドも投下ストロークにおいては同じ価値になりますですので平等にお,なお互いをバランスよく作っていかないとゴルフというのはトータルで見た時にうまくスコアを作ることができませんですのでその振り子運動というのはうまく自分でタイミングを取れればしっかりとタイミングがあった時にときに パターが入ってスコアが出るというようなことは起こ,る起こり得るとは思いますがゴルフというのはもう1年間とか10年間とか自分がやっていく中での,その平均を上げていくスポーツですので1回のののタイミングをを合わすのに練習を費やししてていいいくははかなり難しいことだとだ私は考えていますですので振り子の方式ではなくてその手自分の持っている場所を動かしてしっかりとストロークをすることでショットにもつながりますし。 面の動きをばらつきを軽減することができますのでそのようにパターンを動かしていただくことをお勧めしていますこのチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信していますもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします自分の新刊の無理なく飛距離アップする新常識という本が先日発売しましたもしよろしければ読んでみてくださいそれとあと月刊誌のゴルフ用品会さんの 毎月出ていますのでもしよろしければ読んでいただければと思いますそれでは本日もありがとうございました本日はバンカーショットのまとめについてですバンカーショットの構えからそして入れ方抜き方スイングの力感その他諸々についてです皆さんこんにちはステイッチングフーの坂本隆奈です本日はバンカーショットということでバンカーショットのメソッド8 0で 行っていいいきたいと思います主に項目は8つ1つ目がまず構え方2つ目がヘッドの置き方3つ目が砂を取るイメージ4つ目が砂に入れる場所5つ目がグリップの位置でコントロール6つ目がボールの位置です7つ目が下半身の使い方8つ目がスイング幅についてですす以上になりままそれではよろししくお願いいたします カショットが安定しない人のの原因の主に3つありますますずクラブヘッドの動きが安定しない2つ目が体の動きが安定しない3つ目に入れるポイントクラブが落ちてくるポイントが安定しないというところがありますのでその3つを修正するための8つになりますのでぜひ見ていただければと思いますッターは大事なのがバンカーというのは少ししゃがんで砂に当たりやすい傾向を作っていきたいので膝の角度を 曲げるとということが大切になります膝の角度が、まあ、今このように126と表されていますが曲げたままスイングを行っていくということが大切になりますこれによってしっかりと砂に当たりやすくなります通常のサンドウェッジで打った時とバンカーショットの時ではやはり膝の角度がかなり違いますのでしっかりと膝をしゃがんで構えるということが大切になります次に 手首の角度です手首の角度はこのように膝を曲げることでしっかりと手首の角度も深くなりますそうすることによって砂にやはりダフりやすくなるという傾向があります普通のショットと比べても少し手首の角度がついているのが分かるかと思いますそれに伴ってボールとの距離感についてですボールとの距離感はこのように通常ショットより少しこの区間が離れていることが大切になりますわずかではありますが バンカーショットの方が少し遠く離れて構えているような形になりますオープンスタンスの度合いもあると思いますがボールからの距離を少し離れるということも大切になります構えは以上のような3つを注意して練習していただけると砂に入りやすい状況が生まれますのでそれを注意して練習していただければと思います次にヘッドの置き方についてです バンカーショットといえばヘッドを置くというよりは宙に浮かしていますので置き方と言い方はおかしいかもしれませんがこの構える時のヘッドの位置関係について見てみましょうこのように置いた時にシャフトとヘッドの,この間にボールが見えているような形になりますこのような意識少し持っていただくとダフりやすい状況になります普段のスイングでしたら通常のスイングと比べるとこのようにクラブの角度というのは 平らになっていますですがこれだとヘッドの低い位置がこちらの普通のスイングは前面がどちらかというと低いように見えますがこちらはこの角のこの部分が一番低いような形になりますこの部分が低いか点の部分が低いかということになりますですのであまり極端にする必要はありませんがこのヒールエンドの部分がボールより低い位置に行けばバンカーショットというのは出るようになりますので この面をダフらせようとするのではなくてどちらかというと意識はこちらのののシシャャフフトト方方にに置いていただいててただががしっかりりとボールの下に行くような構え方をすする必要がありますですのでそのためにも構えの位置でこのように離れて少ししゃがんで手首の角度をつけてこの部分このヘッドのシャフトの部分が下がることによってそのまま同じようにショットと同じようにスイングしてもしっかりと砂の方に入ってくれるというような。 形になりますのでまず置き方のイメージとしてはしっかりとしゃがんでヘッドの部分をダフるというよりはこのシャフトがしっかりと砂のとこまで届くような意識を持って構えていただくことでバンカーというのはしっかりスイングすることができますですのでしっかりしゃがむことにはこのように意味があります。 このように砂を取っている量砂を取っている場所それは映像を大きくしていただくと分かるのですがこのようにフェイス面のところがやはりボールの下に入って砂を取っているように見えます確かに実際はその通りですですがこのように自分でフェイス面に乗せようとしてボールの下にヘッドを入れようという考え方をすると ヘッドの体積が邪魔になってしまって逆にうまくこのようにフェイスに乗っているような形になりにくいですこのようにするためにはどう,うようにしなきゃいけないかというとボールの下にヘッドを入れるのではなくて先ほど構えていたシャフトが低い位置に行くのでこの構えた状態のままこのままの形でこの部分の砂を V 字に取っていくような形をイメージして スイングしていいいただければ良いと思いますそうすることで面に乗せるとか当てに行くっていうすくったりするっていう動作が出にくくなりますので V 字の部分で取っていくような意識を持つと結果手首の角度もつきやすくなりますのでそのような形で注意していただけると良いと思いますで考え方としては砂のところでこのように砂をこのように取っていくというよりはこの空間にクラブが抜けていくというような意識を持っていただくと 少しイメージはは取りやすすいいいのではないかと思いますこのようにフェース面に乗っけながら砂ごと飛ばすのではなくてこの V 字の空間の中に抜けていくというような意識を持って練習していただければと思います次にクラブを入れるイメージです、まあ、砂を取る量と同じかもしれませんがこれは落とし位置ですね クラブの落とし位置、まあ、実際見ていただくとわかるのですがこのように打っている瞬間の落とし位置がもうほとんどボールの近くだということがわかるかと思います皆さんボールの手前1 0ンチなどの距離に落とすという意識がありますので手前のこの部分に落ちてしまうような形になるのが一般的ではないかと思いますですのでもうほとんどこのように1 0ンチ手前ではなくてほとんどもうボールのこのように近くに入るということが大切です どうしても1 0センチ手前だと考えるとこの辺にヘッドを入れてしまうような形になりますがはるかにヘッドというのはボールの近い位置に落ちていくことで砂の量というのが安定しますのでこのように近いところに入っていく多少バンスというのがありますので手前から入っていってもクラブが助けてくれるという効能はありますが基本的にはなるべく近いところに 落としていくイメージだったり意識を持つということが大切になります。そのためにダフ、えー、りやすい、えー、しゃがんだような形を作っていますので、このようにほとんどのショットが近くにヘッドを落としているのがわかるかと思います。ほぼ構えた、もう寸前のところに落ちているのがこれで見て取れると思います。 このように、ここに構えていますので、このようにほとんど、ボールの位置に、近いところに落としていることが、この映像で見て撮れると思います。ですので、もちろん、砂を取らなくてはいけませんので、本来より手前に入ってきますが、ほとんどボールの近くに落としていかなければいけないということを把握していただければ良いのではないかと思います。次に、寸前に入れるための練習場での練習法です。このように、名刺などを置いていただいて、まあ 1 0ンチというか少しもちろん間を空けていただいていいのですがこれを1 0ンチ手前となるとこのようにこの辺にダフってしまいますのでもうしっかりこの根元に入れるつもりでこの名刺が飛ばないような状態でボールのところに入れて打てるように練習することが大切になりますそうすることで砂を取りすぎてしまう原因を 排除できますのでこのような形で名刺が裏返らないようにえ打っていただくということが大切になりますぜひやってみてくださいそしてどうしてもボールの寸前のところにクラブヘッドを入れてしまうとホームランといって遠くに飛んでしまうんではないかという心配に駆られてしまう方が多いですがホームランというのはいわゆるこう大きく飛んでしまうことですが大きく飛んでしまっている原因は 皆さん近くに入れて歯に当たってしまっていることだと勘違いしていますが歯に当たっていることとトップは本当は裏側に当たっているミスの状況ですのでホームランになるというのはこのように裏面側のソール側に当たることをホームランになってしまう悪いミスだと思っていただければ良いと思います。でですすののしっかりとこのようにロフトががサンドエッジは開いていてますが 立てたような動きがゴルフスイングでできてくると寸前に入れてもホームランにはなりませんので他の動画で私が言っているようにロフトがしっかりと立っているような状況のアプローチができてきてそれが3度に応用されるような形になると寸前に入れてもボールが歯に当たってもホームランになりませんのでこの辺はアプローチなどから練習していただくということが大切になります。ここののようにににソール当当ててるるではなくてしっかりととフェイス面に当たるっていうことが バンカーショットでも大事になります次にグリップの位置についてですその位置に戻ってきてインパクトを迎えられることで同じような再現性の高いショットと同様バンカーショットも同じになりますので手の位置がしっかり戻ってくるということはこのもともとの角度と同じような角度で 打ててていいると考えて良いのではないいかと思いますですでので手の位置をまずヘッドの下ろす位置を考えなくなるような構え方そして入れ方砂の取るイメージっていうのをやってきましたのでそれを今度は手の動きでコントロールして手の位置を元に戻すというような形で考えて練習していただければ良いと思います手の位置を戻すための練習法としては顔も右。 顔も左というように全部のパーツを右、左と考えてボールをほとんど見ないような形で打つ練習をしてみましょう。そうすることでボールを見ていないことによって手の場所の通り道だけでボールを当てるような感覚が得られますので普段はやはり視界がこう安定した方が良いのですボールにターゲティングしているような状態で球を打っていると思いますがそれをあえて視界を切っていただいて右、 左とかほとんどボールが見えないような状態で手をアドレスの位置で感じたその場所に通すというような意識を持って練習していただくことでヘッドを合わせるっていう動作が減ってきますのでそのような形で練習していただけると手の位置を戻すっていうコントロールが身についてくると思いますのでぜひやってみてください。 次にボールの位置ですボールの位置はやはりあまり変えずに左足かかとの延長線上にあると良いと思いますちょっと角度が見にくいのですがこのように左足のかかとの線上このような位置にボールを置いて打っていきたいですこのように打つことでしゃがんでいたことによって少し寸前に入れるつもりでもこのラインにダフっていくような形になりますので常にボールの位置はこのようにかかとの延長線上に 置いていてくことが大切です角度的に見にくいですがやはり左足の方に置いて打つことでしっかりと砂に当たることができますのであまり右に置いてしまいますと刺さってしまいますし左に置きすぎてしまいますとトップが出てしまうというような状況なのでショットと同じくしっかり左足のかかとに置いて打っていくことが大切になりますそうすることでしっかりとした回転そして体重がしっかりと入った状態で砂を打ちながら負けないような スイングができますので、ぜひボールの位置は左足のかかと、ショットと同じく左足のかかとの内側の延長線上のところに置いて打つということを忘れないようにしましょうでスタンスの傾向として多いのがこのようにまっすぐ立っている時のかかとというのは分かりやすいのですがどうしてもバンカーとなると少しこのようにオープンスタンスにする方が多いかと思いますですので、まあ、基本あまりスタンスもオープンにしない方がいいのですが 体の回転が動きにくくなってしまうので、まあ、やはりバンカー少し左足が開いている状態を作りますので、そうするとボールの位置がオープンスタンスになると、見栄え的に中に入っているように見えます。このように、この位置がかかとなのですが、視界から、自分の視界で見るとかなり内側に入っているような形になってしまいますので、それで左に置きすぎてしまうというようなミスがあります。ですので、オープンスタンスの度合いが大きく 多ければ多いほど少し中に入っているような形がこのように左のかかとにボールがある状態ですので左のかかとというイメージでこのままこのようにしてしまいますとボールに届かないというような状況ができますのでオープンスタンスをとっている方はボールの位置が少し比較的中に見えるあまり右に入れてしまうのはよくありませんが中に入っていても左かかとのところにあれば しっかりとかかとの位置で打てますのでその辺を注意していただければしっかりとボールの位置が安定した左足かかと内側の延長線上になりますので注意してその辺を考えながら練習してみてください次に下半身の動きについてですこのように砂場で打っていますのでやはりショットと同じように下半身を回すというのは厳しいと思いますが この下半身の動きこのすべての下半身の動きをショットと同じくやはり後ろに回していただくということが大切になりますこのようにしっかりと下半身の動きこれでも自分ではかなり回しているつもりだったのですが砂場というのはやはり回しているつもりがほとんど自分が思っているよりやはり回っていませんでしたどうしてもバンカーショットになると、 注目したいのが、このボールが砂に入ってしまっている。っていうことが、一番の不安材料になります。ボールがこのように砂の上に。あるということを。バンカーショットでは一番難しいと。考えてしまいがちですが。これ実際は、この。ボールが砂の上じゃなくて、この自分自身が砂の上にいることによって。 体が回せなくなってしまうということが一番バンカーショットで難しいところになってしまいます。ですのでなるべく砂の上であってもリラックスして体勢を整えて下半身が動くように訓練していく必要があります。そうすることでフェイス面が動かないヘッドの揺さぶりが少ない打撃を可能にしますのでそうすることによって砂に当たり負けしないバンカーショットになりますのでこのように必ずどの距離であっても 右にしっかり足を向けて左に向けていくという動きを入れてスイングしていく必要がありますですので手打ちになってしまうというのはこの下半身がやはり砂の上で止まってしまって動かない状態になると手だけで打ってしまうという状況になりますのでなるべく下半身をしっかり後ろに右左と向けて打てるように訓練していくということが大切になりますので注意して。 練習ししてみましょうそしてバンカーに行くと足場が悪いことによってやはり体というのは回,す回せなくなってしまってどちらかというと皆さんこのように手だけで打っっててししまままうようよななスイングになってしまいますですので先ほどの映像で説明したように下半身を回してしっかりと打撃することによってクラブヘッドの動き手首の角度などが 手首の角度などが維持されてスイングすることができますのでなるべくこの下半身を使うという動きでボールを捉えていきたいですそのためのドリルとしてこれはショットでもドライバーでもアイアンショットでも有用なのでやっていただければと思いますこれによって足を使えることによって飛距離も伸びますのでそこを注意してやってみましょうでまず足をこのように、まあ、ちょっとタバコはすっ 自分は吸わないのですがタバコを消すような動作で合ってるか分かりませんがこのようにつま先で地面をグリグリ動かしてみましょうこのように力を抜いて軽くで構いませんのでグリグリできればクイックに動かせればクイックに動かしてください、まあ、左右同じようにこのようにねじるようにして動かしてみましょう もうどちらも同じ分量。腰に手を当てながらやっていただくとこの骨盤が動かなくなりますので骨盤が動かない状態でまずこの膝とつま先を動かして股関節がリラックスするような状態を作ってください逆も同じく腰を動かさずにこのようにつま先をねじってみましょうそうすることで足でこの骨盤を動かすという状況を作れます 皆さんの日常のスイングでいくと大体が上半身で引っ張って骨盤を引っ張っているような形になりますので下半身の動きこの足の動きで骨盤を動かすこの体の位置関係を変えていくように動いていかなくてはなりません上半身の位置関係で変えてしまいますと体がぶれたりヘッドが大きく運動しすぎてしまったりっていうところにつながりますので このまずはこの足,を動かす足を動かさずにこのようにたばこを消すような動作でまずは足の動きを作ってください。今度それがイメージ的にできたらその動きを体を今度止めずにこのようにそのまま同じ動作で体を回していきましょう。そうすることによって体が 足の動きだけで勝手に右から左に向いていくような形になりますですのでこのような形が足で体を回しているというような状況ですですのでそのまま今度クラブを持っていただいて同じ動きで構いませんのでこの足ももうヒールアップというかフィニッシュを取っているような形を取って左右対称に同じように足でスイングができるように 訓練ししていきましょうこのようにしていただくともう足で体が回ってその間にクラブが勝手にインパクトゾーンを通過しているような形になりますのでこのような形でしっかり体の向きが作れるようになると飛距離も出ますしクラブヘッドの安定感も出てくるので方向性も安定してボールが当たった時にクラブヘッドが当たり負けしないという状況が作れますのでそのような形ができてきたら自分のスイングに落とし込んでいただいて足の動きで。 スイングを作ってみましょうそのような形で足をしっかりと動かしているぐらいの気持ちを持っていないと先ほどの砂場というところはかなり足を動かなく地面の反力がかなり足に取られてしまって足を動かない方向動動動かかかななないいい方方向向に持っていってしまいますのでそれを軽減するためにこの訓練で動かしていくということが大切です。そそれでその意識を生かして バンカーショットでもこのように足の回転を使って打っていくということが大切になりますドライバーも同じように足を少しこうあえて動かして打っていただくことで飛距離につながりますのでしっかりと足を使って回転するというような意識はバンカーだけでなく普通のショットも同じですのでぜひやっていただければと思います 今ぐらいの力感で275ヤードぐらいです足を使えばやはり飛距離が出やすくなると思いますのでぜひ皆さんチャレンジしてみてください最後にスイング幅についてですスイング幅こちらは距離がこのようにそれぞれこのバンカーショットそしてこのこの距離感そしてこの遠いバンカー でこのちょっと近めのバンカー距離は違うのですがどうしてもバンカーというのはあまり入らないですし入った時にどうしていいか分かんなくてなおかつピンチの状態でそれをリカバリーしなければという気持ちになるのでどうしてもちゃんとピンの距離を打たなければと思ってしまいがちで振り幅などがよく分からなくなってしまいますですので基本的に振り幅というのはもう自分で一つ決めてもらって一つにしてもらった方がいいです で自分自身ではクラブを一番高い位置ヘッドの位置エネルギーが取れるだいたい垂直な位置に上げている感覚で打っていますですのでこの状態も今このような高い位置で打っていますし次のショットもやはりこのようにヘッドは高い位置にあるような垂直の位置を意識していますそしてまあこの遠くのショットももちろん遠い分だけ大きく上げるんですがやはりこのように垂直の位置からスイングしていくということが 大事になりますでこの近い位置でもやはり体を回してこの位置エネルギーだけはしっかりと取って胴体スピードをゆっくり打つことによって球が柔らかく飛んでいくっていうようなことにつながってくるのではないかと思います。ですのでまずやっていきたいのはとにかくスイングはまず一つにしてバンカーショットも大体自分だと立っているような位置このヘッドが立っているような位置でそのまま。 スイングしていくっていくとうことを訓練すすする必要がありますですのでのバンカーショットもアイアンショットも同じようなスイングシャフトが立っているようなところをしっかりと練習しておくことによってバンカーショットもしっかりとその同じスイングでいけますのでまずアイアンショットをとにかく立っているところで打てるように訓練するっていうところがバンカーショットをうまく出すために自分は必要だと思っていますでそうしないとバンカーはバンカーの練習になってしまいますのでなるべくスイング幅はこのように 立ててそのままスイングバンカーに入っていっても少ししゃがんで立ててスイングっていうような形でもちろんあのその大きさが大きくなってしまうことは構いませんがなるべくクラブの位置エネルギーを取ってヘッドが高い位置にあって立っているようなところになっているスイングをまず一つ覚えることでバンカーショットがすべての距離を打てるようになりますので。 あとはバンカーというのはまず脱出優先ですのでもし距離感を出したければその立っているところから打って少しゆっくり打つ、まあ、中くらいに打つ、まあ、少し強く打つというような形で3種類ぐらいあれば距離は打ち分けられますのでスピードも少し早めに振っていくゆっくり振っていく、まあ、その中間というような形で距離は作れますのでまずはスイングを1つにしていくという方法を選んでいただければ自自分自身も幸いです皆さんいかがでしたでしょうか バンカーショットがやはり一番コースに行くと非日常的な練習のできないショットではないかと思います。練習ができないというのはしょうがない部分なのでそれをなるべくどうしたら普段練習しているスイングと同じような形で切り抜けられるかというところをバンカーショットについては今回考えた動画になります。ですので先ほどバンカーショットでバンカーショットだから必要な部分というのはいくつかありますがそれ以外の基本的なメソッド体を回すクラブを立てる しっかりと同じ位置に手を戻すなどはショットでもかなり必要な部分そして飛距離が出たり方向性が出るっていう部分ですのでぜひバンカーショットでこのような動きを覚えていただくことでその他のショットも良くなっていただくというような形を撮っていただければまたゴルフが楽しくなってくると思いますそれでは本日もありがとうございましたこのチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信していますもしよろしければチャンネル登録グッドボタンコメントをよろしくお願いいたします それでは皆さん本日もありがとうございました、えー、自分はき機械がとても苦手なのでこの動画は100時間ぐらい編集にかかっていますのでできれば3回ぐらい見ていただけると嬉しいですそれでは本日もありがとうございました皆さんこんにちはティーチングプロの坂本隆南です本日は力を入れずに飛距離をアップする方法の3ポイントということで3つに分けてお話ししたいと思いますまず一つ目はトップの形 このトップの形をどのような場所に置いてどのような位置関係で配置するとダウンスイングに入っていきやすかったりダウンスイングで力が入りやすいかっていうお話をしますで2つ目に足のヒールアップそしてそのヒールアップからの着地するときのインパクトの間合そしてインパクトの間合いに向けてのタイミングこちらについて力が入りやすいものをご紹介したいと思いますで3つ目に加速していくための足の踏み替え動作 この足の踏み替え動作の注意点について最後はお伝えしたいと思います。で、この動画の最後に使っていたティーのエアロスパークティーの動画がありますので、もしよろしければ最後まで見ていただけると幸いです。それではよろしくお願いいたします。トップについて考えていきたいと思います。まあいつもバックスイングやテイクバックの話が多いので、今回はトップのチェックポイントについてです。 まず気をつけたいのはこの肘、この右肘と左肘、この位置の高さが右肘の方が高いということが大切になります右肘より左肘が高いことによってこの体の回転もこちらへダウンスイングというのは回っていきますので肘の高さというのも右が左に対して高いことによってダウンスイングの方向に重さがかかっていきます右側が左側に対して重さをかけるために右肘というのは高い方がいいですで、 これが逆にこのように右肘より左肘が高いとどうしても右肘からダウンスイングに入ってしまいますので右肘が落っこちるということはクラブの方向はこちらに力が加わってしまいますのでクラブが寝て後ろにクラブヘッドの重さが遠ざかるそしてクラブヘッドの重さが後ろに遠ざかるということはこの頭の位置が上にその力で跳ね上げられてしまいますので筋力がない方などは起き上がった症状が大きく出てしまうということになります。 このトップの時にあともう一つの注意点としてはこの手首の角度についてなんですがこのように手首の角度がしっかりと両方同じような分量であるかということも大切になりますこのアドレスの時の手の角度を見ていただくと分かるのですが両方をバランスよく構えていれば同じような角度が右手首と左手首についていますですのでそれを維持して動かせると両方の手首にある程度角度があるような状態で トップオブスイングを作ることができますそうすることでクラブの向きもこのようにだいたい前傾と同じような角度になって、まあ、こう体の向きはだいたいフェースと揃っているような形になりますイメージとしてはこちらの映像で言ったら塔の向きというのはフェースをまっすぐ向けていれば上にまっすぐ上がっていけば塔は必ず自分の方に向いているような形になりますのでだい大体い45度ぐらいの付近を指しているのが正常ではないかと思います ですので注意点としては右ひじの位置と左ひじの位置ひじの位置が平行になるっていうこととこの手首の角度がアドレスの段階と同じような形で維持されているということが大切になりますので注意して見てもらえればと思います。 ダウンスイングの左足の着地足についてですトップの状況でヒールアップと言って左足がこのように地面と浮いている状態まあこの状態を作りますで、この状態を作ることによって左足の荷重感、左足の力が抜けてくれますので必然的にこの右足に体重がかかるようになりますそうすることで右足でしっかりと立ってそのエネルギーを左足に移していくことができます でこの時の体重移動の時重心移動、体重移動といいますがこの時のチェックポイントについてですでこの時の着地足をなるべくインパクトの,この打ってる瞬間この打ってる瞬間に着地できるかどうかというところを確認してみましょう左足が着地する瞬間とクラブが入ってくる瞬間この瞬間を揃えることでスイングがしっかりと正面で打てているという認識で良いのではないかと思います イメージは皆さんこのように体が回るときにはもう左足というのは踏んでる意識があると思いますが今この足だけで見ていただくと左足が着地する瞬間この瞬間いかがでしょうか今着地しているぐらいですでその時のクラブの位置というのを見てもらうともう今クラブの位置がここにありますので もうかなりもインパクトの寸前ぐらいで左足が着地しているということがわかるかと思いますですので左足というのはすごい踏ん張ってついているようなイメージがありますがインパクトの付近までつかずにその重さによって地面についていくということが大切になりますですので逆にインパクト前のもうこの辺りでついているイメージ手の位置がトップの位置にある位置でついているイメージがありますがそれですとクラブが 下に下がってくる時には足が上に伸びるという動作を作ってしまって自分ではクラブを下げたいのに体が浮いてしまうという状況を作りやすくなりますですのでそれに対して上半身で押さえ込むというのはかなりの筋力が必要ですのでこの状況を作るにはなるべく力を入れずに打っていきたいので自分の筋力とかで押さえ込んでいく状況を作らないためには左足が落ちる。 かかとがつくタイミングと定義させていただくとかかとがつくタイミングと大体いいインパクトの付近この付近がだいたい揃ってくるようなスイングを覚えていただいた方がいいですですので降りてきた時とかかとが降りる時これを揃えるように意識してインパクトまで練習してもらうと体の間合いそしてクラブを下ろす間合いっていうのが分かりやすくなりますのでぜひ左足のかかとの着地と このインパクトエリアにグリップが入ってくるもしくはクラブが入ってくるっていう瞬間を揃えてもらって練習してもらうといいですもう簡単に言えばインパクトの瞬間と左足かかとが落ちる瞬間を自分で感覚的に同じにしていただくということでスイングのバランスが揃いやすいのでぜひチャレンジしてみてください下半身の使い方についてです主に右足ですこのようにベタ足足といって、を ああまままりり右足を上げてはいいけませんよという話があります確かにこのベタ足というのはあまり足が浮いてしまったりすると股関節に足の力が伝わって骨盤が浮いて上半身が上がって起き上がりというような症状を生んでしまいますが実際ベタ足にしようとして筋力で踏ん張ってしまうのもまた負荷が強くなって上半身を跳ね上げてしまう原因になりますのである程度ダウンスイングをしている時に右足も一緒に動いていかなくてはなりません。 でですのでこのようにスローで見ていただくと大体足が少し浮いていると言われたら浮いているかもしれませんがベタ足のような形になっているかと思いますこのようにベタ足で抜けて足が上がっていくっていうような形に見えるかもしれませんですがこれ前からの映像はこのようになっていて少し角度が見にくいのですがこの同じように前から見ていても後ろから見るとこのようにかかとというのは ダウン,スイングの最中両方浮いていてますここに隙間があるのが分かるかと思いますが両方ベタ足というよりはやはり歩いている時ような時と一緒で踏み替えているのでこのように左足と右足の動きというのは対になっているような形ですので体が回っていけば足は浮いていきますし体が後ろに向いていれば足は地面にくっついているような形になります。ででですのの足足を自分の筋肉でベタ足にしていいるというよりは 右足と左足の入れ替え動作っていうのは必ず起こっているので無理にその場に踏ん張っているというよりは入れ替えている間にクラブと腕がいかにしっかり入っていくかということが重要になりますですので下半身の使い方としては右足がこの左足の位置右足がこのように追い越していけるかっていうイメージでスイングをしていただくと良いと思います左足の場所を右足がもう膝が膝蹴りしていくかのように 右足がどんどん進んでいって追い越していくようなぐらい右サイドはリラックスして動かしてしまって構わないですそうすることによってインパクトで止まらないようなダウンスイングができますので結果的にクラブもその間に通過してくれて手を使って合わせる時間というのが少しずつ減らしていきますのでできればベタ足でベタっと踏んで手を動かしているっていう意識よりはもうそのまま通過していくために右足は。 左足の方まで通過していくぐらいの気持ちで打っていただいた方がスイングとしては合わせない動きが強くなってまあこのように振り抜いているような形に結果的になりますのでぜひ右足の使い方っていうのは踏ん張るんではなくてしっかりと動き出したらそのままスムーズに動かしていくっていうような形を撮ってみてくださいで写真を撮ったらベタ足のような地に足がついているような形になるとなおスイングとしてはいいですのでぜひチャレンジしてみてください 皆さんいかかがでしたでししたょうかやはりトップをしっかり作ることによって、まあ、リラックスした位置からしっかりと腕が動くようになりますので、まあ、ダウンスイングがかなり自分でヘッドスピードを上げようと思わなくても素早くなって必然的にヘッドスピードは上がりますその後による着地の動作着地した時にその腕が下りてダウンスイングをリラックスしてできたのを止めないようになるべくインパクトと左足の着地が同じようになるそそしてその 着地が同じようになった時の入れ替えとしても右足は稼働してしっかりとダウンスイングを終えインパクトを過ぎそしてフォローに向かっているという状況をワンアクションで作っていただくことによってスイングというのはブレーキがかからずに自分で思ったよりスピードが出てくれます。それを順番が左足が踏み込まれるそして腕を下ろすそしてヘッドが遅れるみたいな形で順番ができすぎてしまうとだいたい運動連鎖というような形でその連鎖があったような方がスピードが出るような形がありますが。 ゴルフクラブという構造はヘッドが重たくてヘッドが後ろに残ってしまう道具ですので、体っていう大きなパーツに対して腕が遅れてしまうと、そのヘッドが遅れている分をうまく使いこなすことができません。ですのでヘッドが遅れてしまいますので、その分の体に対しての腕やこのグリップは遅れないようにスムーズに動かす。そしてそれに伴って回転は止めずに行うということが、飛距離アップにとってとても大切なことになります。 このチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信しています。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。無理なく飛距離アップする新常識という本があります。もしよろしければ読んでいただければと思います。ゴルフ用品会さんの月刊誌にも毎月出ていますので、もしよろしければ目を通してみてください。それでは本日もありがとうございました。